はい、ドンピシャです。はい、ベジャンコです。はい、テッドです。お願いします。お願いします。雑談第215回の放送が始まりました。この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の三人称チャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。いただいております。はい、よろしくどうぞ。はい、というわけで、はい、収録日、7月の31日、出ました。キワキワですな。最後の日でございますよ。終わりです。7月もおしまい。7月も終わりです。7月が終わってもう8月だな。ありますね。夏休み真っ只中。もう早夏休みだね、多分ね。真っ只中。学生さんたちは街中も提灯だらけになってきましたよ。ああ、そう。うん。そうね、お祭りの季節だよね、もうね。季節ですね。花火とかこの間30日。うん。昨日かだから。隅田川ってか確か、うん、台風で1日延期になって30日になんかやるみたいな話。見事やった？いや、それはちょっとわかんないんだけど。おー、そうだね、台風来てたもんね、そういえば。そうそう、来てたね。花火大会とかももうそろそろ。そうだ、その季節だ。そうだよ。どうやらなんか8月の祭り、うん、何日かちょっとわかんないけど、あのうちからその花火が上がるみたい。うちから上がらないわ。めでてぇな。えれぇことになるな。それは嘘。絶対上がらない。どこに住んでんの。絶対上がらない。それって大体川岸だぞ。やっぱり気に住んでんだな、お前。さては、そういうことになるんだな。山だ山だ言ってたくせに。川の横だな、全然嘘。そんなの川じゃねえか。そんなことは起きない。そんなことは起きない。そんなことは起きないです。家からね、花火がどうやら見えるらしいと。ちょっと特定するからどこかを何か教えて。いや、ちょっと言えないですけどね。あのもうね、大家さんの推しだったから。あ、花火が見えるんですよっていう推しなんだ。そこからね、花火が見えるんですよ。そこからだと言ってたから。どれだろうな、どれになるのかなと思ってて。でも相当見えるらしい。横浜の花火大会、うん、あったじゃん、みなとみらい。やってんのは分かんないけど、まあやってるとは思うけど、あれ実家、うちの実家からも見えたから。ああ、マジで。多分開けてたりちょっと高いところだったらね、ある程度の規模のやつだったら見えるかもしんないよな。いや、マジ高い。ちょっといつなのか後で教えて。行くわ。行く。花火大会見る。花火見ようぜ。そんなさ、要はさ、花火大会ってすごい行きたいけど、結局人混みでさ。そうなんですよ。その焼きそば、買った焼きそばをひっくり返したりしてそれ踏んじゃったりするのが嫌で行かないわけじゃん。はい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 。人んちで見れるんならそんな楽なことないでしょ。いや、本当ですよ。片付けもしないでいいわけだしさ。いや、それはできるだけして。できるだけして帰って。それは。あ、そう。うん。ビールかけてちょっと行こうかな。そうなんですよ。本当にいい？え？え？本当は嫌なの？今本当の話してる。本当に嫌なやつだね。あ、本当。これ本当の話してるよ。あ、本当の話してるの今。あ、そう。うん。じゃ一旦持ち帰っていい？いや、もうお前家だから今。どれこれ以上どこに持ち帰るんだよ。一旦持ち帰る。ここではちょっと。あ、そう。決めらんない？決めらんないわ。ちょっと曜日、おそらく、あれだろう。いや、どうかな。俺もあれじゃねえかなと思ってんだけど。うん。じゃねえかなと思ってんだけど。いや、でもね、確実によく見えるはずなんすよ。その、1階なんだけど、その、山の上だから、そうだよね。あの、1階に感じないんですよ。窓の景色、外を見ると。なるほど、なるほど。そう。だからその感じが多分ね、ベストオブベスト。ベストオブベスト。花火が見れるんじゃなかろうかと思ってるんですよね。いいなぁ。いいんですよね。ちょっと楽しみ。ちょっと楽しみ。花火見られないからね。このぐらいだなぁ。多分、横浜だろう。横浜ですかね。ちょっとわかんねえけど。ちょっとわかんないけどね。どれのことを言ってたのかがちょっとわかんなかったから。去年言ってた。そうだね、コメントにもあるけど、ツイッターでその花火の写真とか上げちゃうと、ああ、それはつぶやかないですよ。この角度でこの高さだろうみたいな。で、山か、うん、ここだっつって。そういうのはもう慣れっこというかさ、うん、なんか学んだよね、結構。まあ、そういう、うん、
ここでこれつぶやいたら終わるなっていうやつ、うんうん、なんかもう別にいいやっていう時はそう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 、ね、時間を置いてやるとかね、うん、いや大丈夫ですよそういうのは。なるほどね、だちょっと楽しみなんですよね。いやそれはちょっと俺も楽しみだわそれは、うん、えあそう、うん、ちょっと楽しみにしておこう。あそう今年の夏なんか予定できてよかったなと思ってるもん、ね、今もうスケジュールに入れとこう。あ、うん、そうだね、花火って入れとこう、うんうん、そうだな土日でしょどうせいやどうだろうね。いやまあ土日、うん、平日やるところあるあんまない何の花火大会だよそれ、うん、いいんじゃないかな土日、うん、じゃあ8月の土日は全部ドンさんち行くわ。どこだかわかんねえからどこの花火だかわかんねえから。そうだね。で音が鳴り出したらあ、うん、よかった今日だったんだねっつって。そうでもなんかワンちゃんあの福岡と被ってたら嫌だな。ああそうね8月の中旬は福岡だね。ねいやありえるんだよな。わからんけど。なるほど下手するとありえるんだよ。俺が予想しているものだとうんあうんいや、あ、そう予想あ、違うわ。何何何してる。横浜じゃないな、横浜7月だ、花火でも終わってんじゃん。終わってんじゃん。じゃあこれじゃないな。ああまあまあ、どっかでしょうね。どっかしらあるんだね、どっかしらあるんでしょう。神奈川って花火ボンボンまあ上がるよ、いろんなところで上がるわな。めちゃくちゃ上がってたもん、うちの実家のとこも全部マンション建って見えなくなったけど。そうだね、8月は特に多いんじゃないかな。まあ多いだろうね。7月8月にかけてっていう感じなんだろうな。そうだね、なんか近くの公園でも普通のなんか出店出す祭りはい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 、あるっぽいし。あるのか。いいな。盆踊りみたいなのとかねやったりもしてるし。そう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 、ちょっとね。いや毎年ちょっと覗いてみてえなとは思うんだけどもう多分ここ何年かずーっと言ってるな。なかなかね運べずだよね。うん、足運べずだよね、うん、そうね。うーんなかなか難しい。難しいね。うーん行けたらいいけどね。まあ、まあでも家から見れたらほんといいなとは。最高でしょ。いやそれは最高だよな。うん、それはちょっと楽しみなんだよね。まあもうちょっと見れた時は、うん、あのご報告をしますよ。まあ、俺らは一緒に見てる。俺らは一緒にいるから一緒に報告することだからね。そうだっけか。そうそうそう。一緒に報告しようだから。そうかそうか。そうだっけか。この家だよ。ああ、そっかそっか。やべえな。この家だよはやばい。ここから見えてるよ。お前らがつぶやいちゃうんだ。どっちさんは気にしてた。あ、俺すげえ気つけてるのね。結局、そういうところで漏れてくわけだから。そうそうそう。違う人から。そうそうそう。そっかそっか。ここそうかそうか何丸何号室だよーって。ああ行っちゃうんだな、うん、全部言っちゃう。全部言っちゃう。全部言う、うん、あ本名もやっぱ一回ああじゃあやっぱちょっとそうだね、ここでは決められないわ。あそうそうだね。だから一回ちょっと持ち帰らせてくれ、うん、持ち帰るか。持ち帰らないとちょっとダメかもしれないな。うん、この間の土曜日か、はい、本当台風がもうバッコリ直撃した日に、うん、あばっこり入ったね。うん、あれは代々木かな、代々木のまあなんとかかんとかっていうところでね、うん、まあ去年もやったんだけど、まあ盆太鼓みたいなやったんですよ。はいはいはい、うん、でまあ本当に台風だったから。本当に台風だったね。マジ台風だった。すごい雨風でさ、うん、こりゃ中止かなと思ったんだけど、中止には全くならずに、うん、よくなんなかったねっていうか。そう、まああの屋内でやるんで大丈夫ですみたいな、すごい、うん、それは大うちら大丈夫かも知らんけど、うん、そりゃそうだけど、うん、見る来る人来んぞみたいなね、うん、来れねえだろうっていうね、うん、っていう感じでさ、そのツイッターとかでもまあおそらく誰もいない中やるだろうなみたいな、はいはい、ようにつぶやいてたんだけど、うん、結局ねなんだかんだで三人称のこと知ってる人がおそらく3人ぐらい。おお、来ましたね。が来てくれて、うん、で、それ以外にもね、なんか多分近所の子供たちなのかな。おお、はいはい。なんか結構、わーって言ってさ、うん。なんか、あ、それなりに人いてよかった、みたいな。おお、感じで、まあ、ほんと来ていただいた方も、まあ、ありがたかったなっていうのと。よく、終わった頃にはね、もう雨風降ってなくて、うんうんうん。うん、なんか案外あっさりといなくなったなっていう感じだったけど。
なるほど。まあまあ良かったですね、だからね。来てくれたんだ。なかなかでしたよ。ずぬれできたみたいな人もいたよ、なんか。あ、時間帯的にもそうでしょう。そうだね、ちょうど降ってた。人車とか止まんなかったのかな。なんかね、なんだかんだ大丈夫だったっぽいよ。でもそうなんだ、なんか波浪警報とかさ、めっちゃ出てたから。あ、出てたね、警報はずっとチェックしてたけど、なんか大雨警報ね、大雨も出てたね、ずっとね、すげえ出てたから、大丈夫なんかなと思ってましたが、よかったですね。じゃあまあまあ、なんとかかんとか、なんとかかんとか。台風はなんかそのすごい角度でさ、こう日本列島を縦断っていうわけじゃないけど、なんか左にグワーっていったじゃん、今回の。でそれがなんか今左の方で溜まってまた力を蓄えてるみたいな、なんかそんな記事をちょっと見にしてさ、なんかかいぐるっとまたぐるっとなんかね、回って、なんかやってるみたいだね、今ね。なんかあの台風の曲がった角度が小田和正っていう、なんかツイッターでさ、見た小田和正のジャケットのなんかラブストーリーが突然にみたいな感じの中の体を反ってるやつ、反ってるやつね。あれちょっと笑ったな、確かに。角度的にね。角度的に。いや、どうなんだろう、今年台風さ、また。要はここで終わりじゃないわけでしょ、どっちかというと8月9月に8月は出るわけだよね。だからその本当にさ、さっき福岡うんぬんって言ってたけどさ、その日とかどうなるのかなとか、ちょっと不安だよね。そうっすね。どうだろう、本当どうしようもないからね。天気、いや天気よかったしな、マジで。そうね、北海道の時がね、ちょっと天気が、天気悪かったもんね。悪かったからね。いや、気持ちよく行って気持ちよく帰りたいよね。本当だね。できればね、なんか天候が邪魔になるのはすごい嫌だな。嫌だね、あれ、おっくんなんだ。どうしようもないもんね、そればっかりでね。だって、天候悪いとさ、どこ行きとかも取れなくなるわけじゃないですか。まあ、歩けないからね。ねえ。そうなると、いろいろとしんどくなることが多いよね、多分。来る皆さんもそうだし。福岡は台風あんまり来ないの？コメントでそういうのはあるけど。そうなんですか。どうなんだろう。大体それ、あれなのかな、右に曲がってったりするのかな。そう言われると、なんか、その、沖縄から始まり、九州を通って、なんか四国の方に流れて関東みたいなのがなんか多い気がする。イメージとしてはね。ああ、そんなにひどくはならないみたいな。端っこの方になるから、まあ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 、直撃はあまりないって感じなのかな。なのかな、なのかな。あ、まあ、それはちょっと安心情報な。来ないといいな、本当に。そうね、天気だってほしいわ。天気だってほしい。いや、でももう本当明日は8月だから。そうですね、いよいよっていう感じ。いよいよ福岡上陸ですよね。逆にね、あと2週間ぐらい、2週間ちょいですね。あら、そう、案外だよね。だから案外っすよ。もう今週の日曜はぴったり2週間前だから、なんかまたお便り募集したりみたいなことを始めるから。わあ、マジか。気づけばまた近づいてきてんだな。だから、そうなんだよね、案外その日がない。ちょっとないな、この辺からそわそわしてくんだよな、ちょっと緊張してきた。まあ、そわつくよね。わかる。いやー、そうか。まあでも前回楽しめたからね、楽しかったから。そうだね、そうね。まあでも北海道の人はほら、なんか暖かかったけどさ。あー、なるほどね。福岡の人が暖かいとは限らないわけだよ。限らないね。方言怖いし、福岡。あ、怖っ。あー、やだね。福岡の女性の方言超怖くねっていう。あ、なんかあれだっけ、テトさんがブチ切れられてめっちゃ怖かったみたいな。そうそうそう。どういう知り合いにね、2人ぐらい福岡の人がいたんだけど、漏れなく切れるとトーンが低くなって、うわー、すげえ怖い。うわー、なんならみたいな、うわみたいな感じになるから、あー、福岡は怖えんだなっていうのが俺のイメージ。どうしよう、いきなり切れられたら。いや、いきなり切れることあるよ。なんか話して「どうも」っつったら、なんかすげえ切れてるみたいな、うるやって、可能性はあるよ、ほんとに。うわー、怖っ。緊張するよ。福岡怖
怖いぞ福岡。いやあ暖かい人たちがいいな。それまあ ね、うん、ね、まあそれそうだ、うん、何でも笑ってほしいな。そうだね、もう何でも笑ってほしい。そこ厳しいとこやね。何でも笑われたらそれはそれでなんかもう大丈夫かな、ダメな人たちだなっていう、ダメな集団だなってなるよね。うちら含めて。あ、そうだね。こいつらもう終わってるなみたいになるよね、旗から見たら。変な集団だよね。何が面白いんだこれみたいなね。そうだね。まあまあそれでもいいですけどね、うん、みんなが楽しいなら、みんなが楽しければそれでいいです、ね、他がどう思うと別にいいですけど、かなり閉鎖的なやつですからね。僕たちのやつは本当閉鎖的な集団ですよ、ね、閉鎖的な集団ですから、うん、閉鎖集団三人称ですよ。どうぞよろしく。どうぞよろしく。そうですね、そうです、そうです、全然話変わりますけど、お、先週かな、目が、左目が、うん、なんかピクついてきて、あ、何どうした、あ、これ前もあったなと思って、あ、で、なんならちょっと眼球痛えと思って、眼球が痛えの、そう、そう、外側と内側、うん、触るとちょっと痛かったの、うん、なんだと思って、眼科行ったんですよ。はい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 、うん、で、行ったら何、ね、まあコンタクトによる炎症じゃないかみたいな、あーなるほど、話で、まあコンタクトを長時間つけてるとよくこういう現象が起きるみたいな。ソフトコンタクト、そう、ソフト、あ、うん、で確かに長時間つけたんですよ、あ、うん、あーと思って、なるほどと思って、で、まああと目も使ってるから、うん、その分余計にって感じで。なるほどね、うん、いやコンタクトってさ、うん、いまだに俺もその和太鼓の時はやっぱコンタクトなんですよ。ああ、はいはいはい。だからその時本番がある時はソフトコンタクトなんかそのワンデーみたいなやつを入れるんだけどさ、うん、うんうんうん、まあいまだに俺入れるのクソ下手なのソフト。あ、マジか。うん、だいたい1個はダメにするわけよ。マジで。まずうまく入れらんないの、何回も何回も。ダメになるって何なので、あーって入らないってなるじゃん、うんうん、で、そのうちにポロッて落とすの、うん、あ、なるほど。で、もうどこ行ったか分からなくなるの。うわぁ、ないなくなったっつって。おじいちゃんすぎるだろ。空間に消えたと思って、その吸い込まれた。そう、あの、洗面台が白いから、もう水滴と何かともう分からないのよ。マジか。なくなったっつってまた新しいのバッてやるんだけど、だから確実に俺だから予備は持ってくの。あー、なるほど。2つ、3つ、4つ持ってくだから。マジか。そう、それでポロって落とすから、あっつって、そう、うまく入らなくてイライラしちゃうしさ。あー、で、あれさ、な、うん、この何、この2018年、うん、なのに目に直接入れて取るときなんかもう眼球取る感じで取るじゃん。いや、そうだね、ソフトって。これベストなんだって思うと、ね、不安になる。でも器具なんか器具あるでしょ、うん、えコンタクト吸うやつ。あ、そうなの、今そうなの。何それ、掃除機みたいなのって吸うの。スポイトみたいなでっかい吸盤みたいので、うん、ヒュッてやるらしいんだけど。あ、そういうのあるんだ。そういうのがいいな。でもいや、でも怖くない？まあ、目取れちゃうかもしんないもんね、一緒に、まあ、一緒に目持っていっちゃうかもしんない。どんだけ吸引力あんの、やば。はぁ、いや、だからさ、そのただでさえなんか 目ってなんか大事な気するじゃん。まあまあまあ、そうです。まあ大事ですよ。そこにこう手入れたりすると、まあ、まあ、それが原因かどうかわからないけど、まあ、炎症になったりもしたりもするのかなとも思っちゃうし。そうね、うん、あ、だからつけてるのも、長くつけてるのもそんなになんか良くない場合もあるんだ。やっぱね、そうみたい。で、俺のは、うん、あの、2ウィークのやつ。あ、そんな使い回せるってこと？2ウィークっていうのは、2週間ずっと入れっぱなしにできるってこと？2週間使えるよ。使い捨て。取り外して入れて、取り外して入れてか。そう、取り外して入れて、で、それで2週間分使えるよっていうやつ、うん、なんだけど、うん、で、割とね、まあ、もうコンタクトさ、うん、慣れちゃってるから、うん、なんか、結構、あのね、きっちり守ることってあんまないのね、コンタクトを。その2週間で捨てるみたいなの。あー、なるほどね。意外といけちゃうから。ワンデーとかだとわからない。そう、ワンデーだと、もう捨てなきゃなってなるんだけど、2週間とかになると、なんかね、なんだろう、別に
いけんじゃねえみたいな感じで行っちゃう時が割とあんのよ。もう一日ぐらいこのパンツ履けんじゃねえみたいな感じで履く感じですね。そうそうそう。その勢いその勢い。別にだってねえみたいなね。そう。来るよね。で、も別にしないしねえみたいなね。で、まあ実際、まあ今までそんな何、起きたこともないし、炎症とか。はい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 。そう。で、使っちゃってたのもあるから、からのこれですよ。なるほどね。ついに来たなと。やっぱりダメだった、うん、やっぱりね、よくないらしい。いやまあそりゃそうだ。うん、基本的にはそうだよね。そうで、やっぱり充血すごくて、あ、赤くなっちゃうんだ。うん、赤くなっちゃって、でまあ眼球も痛くて、でまあ目薬をその炎症のために2本もらって、うん、違う効能のやつってこと？いや、なんかね、その炎症を抑えるのが2種類って感じっぽい。なるほどなるほど、うん、2つ使い分けなきゃいけないんだ。そうで、プラス違うのが発覚というか、え、何発見されて、うん、その目は綺麗なんだけど、その、うん、なんか心が汚いって。いや、そんなこと言わない。そんなこと言われたら帰るわ。帰るわ。眼科で分かんだな。眼科でなんで、お前やばい。お前何が分かんだ。心の目が心の目がちょっと視力がひどいですね。うそ、ボケかすって帰る。何あのね、なんか角膜はすごく綺麗なんだけど、うん、その周りが角膜の周りちょっと傷が両目にあるって言われて、でなんかあのレントゲン写真みたいなのを見せてくれたんだけど、その黒目の本当外側、うん、に白い斑点みたいなのがどん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 の。それ傷なの？それが傷なんだって。で、いやだ、これ何の傷かっつうと、あのドライアイ。ドライアイ、乾いちゃってってことか。そう、目でこすった傷とかじゃなくて、そのドライアイでできる傷が、うん、その黒目の外側に、へえ、ドライアイで傷つくんだ。そうらしい。今ちょっと目がゾワゾワしだした。わかる。そう、もうやだ。でやっぱ普段から目に潤いを与えてなきゃいけないわけですね。そう。でやっぱもうパソコンとかもよく見てるから、そう、ね、ゲーム画面もそうだし、目使うもんね。そうで乾きやすいので、そのためにさらに2本だよね。どんだけ目に入れるんだよ。そう、ドライアイ用の目薬が2本。それは何、いっぺんに4ついっていいの？あのね、5分おきぐらいにやっていかなきゃいけないの。あー、めんどくさい。くっそ、それをしかも1日4回やんなきゃいけない。めんどくさ。くっそめんどくさい、マジでやばい。お前どうせそれもあれだろ、適当になるんだろ。いやいやいや、さすがに目だから、うん、やらないと危ないもんね。危ないからそれはやる、さすがに。いやでも超めんどい。そのうちの一つが、なんだろう、普通の目薬ってさ、なんかちっちゃい容器に入ってるような感じじゃん。まあまあ普通のはね、イメージする。うん、でもそのうちのドライアイ用のやつがなんかね、パキッて外して、あー、なんかちょっとちっちゃい四角い、そう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 、一回使い捨てみたいな感じのやつなの。チューペットのちっちゃい版みたいなやつのあれだよね。あ、そう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 、ある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 。それが物もらいとかの時になんかそういうの使ってた気がする。ああ、そうなんだ。なんかあった気がする。そう、それがね、真っ白なの、液体が。ああ、そうなんだ。そうだからね、目に垂らすともう目の前真っ白なんだよ。大丈夫なの？だからそれをやった時は、その直後は車運転しないでくださいみたいな。そりゃそうだ、真っ白だもんね。そうそうそう、真っ白だから何も見えないんだ。そう、まあでもそんなすぐ見えるようになるけどね。ああ、うん、ちょっとなんだろう、新鮮というか初めての体験で、わこんな感じになるんだっていう、すごい目が濁る。目の中に色付きの何か入れたことねえもん。ないでしょ、うん、ない。そう、ちょっとなんか不思議な感じ。でもなんかすげえ効きそうな感じがする。色ついてるね。色ついてる。確かに効きそうだもんな。めっちゃ効きそう。それは何、色つくじゃん、だから目に。うん、どのぐらいでパッてなく普通に戻るの？割とだよ、もう1分すれば全然普通に。そうなんだ。うん、全然徐々に見えてくる。なかなかなんだこれと思いつつも毎日やってますけど。目薬ってさ、うん、どんだけ入れればいいのか、なんかちょっとわかんなくない？んとね、俺はね、なんか一滴って言われた。一滴か。うん、一滴でいいですよって。すごい垂れてさ、目の横から。
入りきらなかったのかちょっとずれちゃったのか、はい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 、そういうのをよく口に入って言ってたなっていうのを覚えてるわ。あ、そうだからその白いやつはね、なんかもう渡された時から、口に落ちた時っていうのかな、まあ、目から口に流れる場合もあるから、その時はちょっと苦いですっていう、結構な苦さになると思いますって言われてて、ね、で本当にねマジ苦い、ちょっと経つと急に味がしだして、目頭のところを押さえなきゃいけないんだよね。そう、だからなんかあるよね、いや入れ方ね、うんうん、もしあの味が嫌なようでしたら、うん、5分ぐらいはずっと味が嫌というか、もう苦くて無理だってなるなら、ね、そう目頭のところを5分ぐらい押さえ続けてくださいみたいな、あ、うん、何もできねえじゃんと思って押さえてないんだけど、俺は味わってる味わってる味わってる、逃げなっつって、まあ、俺は味わってるっつって、うん、味わってます。そうか、まあ どのくらいで治るんだろうか、そういうのって。とりあえず1週間刺して、うん、でまた来てくれって言われて、それでどうなってるかみたいな感じっぽい。そうか、傷とかもじゃあ治るもんなのかね、やっぱりね。なーのかな、どうなんだの、眼球って治るの。治るっぽいけどね、なんかその傷ついてる潤いを与え続ければ多分、そんな感じのニュアンスで言ってた、修復されるんだ気がする。すごいね、うん、でそれ以外はほんときれいきれいだって言ってた、そのドライアイの傷以外は。あ、目がきれいかどうかはちょっと分からんな。分かんない、ね、そう、目がきれいって言われてもさ、そのなんかピンとこないというかさ、うん、うん、でもまさかドライアイの傷があるとは思わなかった。うん、うん、だからちょっと、あの、あんまり想像が、うん、行ってみるといいかも。ドライアイね。うん、ドンさんは、うん、なんであのワンデイじゃないの、目、あのコンタクト。ワンデイはその一回一回捨てんのがなんか嫌だなっていうのを。捨てんのが嫌なんだ。そう、なんかね、うん、なんかね、前最初に買ったのが、うん、あのもうずーっと使えるやつだったの。はいはいはい、あ、一緒一緒のやつね。そう、うん、だからそれでもうずっと慣れちゃってて、うん、なんかねワンデイってなんか一回ね使ったんだけど、うん、なんか なんだ何がめんどくさいと感じたのか分かんないけど、コンタクト俺しないからさ、うん、なんかめんどくさいと感じちゃったんだよね。あのワンデイの方が楽そうだなとは思った。あ、多分ね楽だと思う。あのちょっとしか使わない人だったら捨てりゃいいんだもんね。だって、うん、捨てるだけだから保存する必要がないから。そうね、保存液とかだからもっとないもんね、うん、やっぱちょっとお高い感じなんだね。高いは高いと思う。コスパはあれなんじゃないかな。そう、確かね最初はそういう感じだった気がする。高いからっていう理由だったけど、うん、うんうん、もうなんか慣れちゃってて。もうさ、今ってハードしてる人っていないのかな、この世に。あ、どうなんだろう。ハードコンタクト。どうなんだろう。わしの時代は最初ハードしかなかったから、うんうんうん。ハードだったけど、もうないのかね、ハードコンタクトって。どうなんだろうね。俺が買った時もあったけど。もう見たことない。見たことないというか、まあ、そもそもコンタクト屋さんに行かないからあれなんだけど。まあソフトで技術力も上がって、あ、でも今もあるっぽいね。あ、ハードって人いるわ。 あるんだね。ハードじゃないと強制できない人が。あ、なるほどなるほど、ソフトじゃ無理。ハード結構いっぱいいるんだ。へえ。へえ。あるんだね、じゃあハードもね。全然ありますね。確かにハード高かったな。確かに高かったし、ちっちゃいし、まばたきするとなんかね、はい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 、コンタクトが上からスッて降りてくるのか分かんだよね。いやだ、これが新鮮だったな、最初めてつけたときは。やだわ。ワンデイはね、確か、なんだろうな。なんか、例えば止まったときとか、うん、思わずコンタクトつけたまま寝ちゃったってときとか、うん、そういうときに起きたらもう、あの、やばいんだよね。ね、その、やばいの、うん、曇っちゃうんじゃない？痛さとかも、なんか、そのときすごくて、ほんと、ワンデイ用の感じだから、うん、うん、2で行くともうダメなの？そんなギリギリに作られてる？結構ね、いやー分からんけど、俺がつけた時は、ギリギリに作られてると思う。あんまよく、ほんとよくないやつだと思う。24時間。24時間なの、うん、そうなの？もうちょい超えるともう途端に遊び聞かせてくんないと。いやーもうダメですよ。割れるし。寝ちゃった。
寝たらアウトですね。割れる。ピリッて。ワンデーじゃなくても寝たら結構やばいから。ダメって言うよね。まあ、寝るとダメだろうね。うん、本当にやばい。うん。うん。ああ、もう。そう。ダメだ。で、まあそういう時にさ、もう次、すぐ捨てなきゃいけないじゃない。うん、次の日。そう。だなんか、なんかが理由で俺はワンデーじゃなくしたんだよね。なるほど。でも予備いっぱい持ってけば。まあ確かにそうだね。うん。逆に何かあった時に、ペッて捨てて新しいのつけられるのもまた強みじゃないかな。確かにそうだね。俺みたいにさ。だって、まあ結構昔から、うん。至るところで、あの洗浄液、コンタクトの。はいはいはい。あれ俺何個も買ってるとこ見てるよ。うん。あれ忘れちゃってんだよね。ん？持ってくるのを忘れちゃって新しく買ってるってこと？うん、洗浄液。洗浄液、洗浄液。洗浄液となんか入れるケースみたいなやつ？入れるケースは常に持ってんの？はいはい、いや、持ってる持ってる。いや、てか入れるケースと一緒に買わないと、あれ毎回新しくして。ああ。ついてくるからね、大体。ああ、なるほど。うん。洗浄液についてんのか。そうそうそう、ついてるのはついてると思う。大体ついてんじゃねえかな。そうなんだ。ちっちゃいのだと多分ついてないかもしれないけど。へえ、全然わからんな。なんかやっぱ目の中に物を入れるっていうのがちょっと怖い。まあね、まあ慣れだね。うわ、俺も慣れたな。さすがに慣れたな。もう入れるもんだっつって。慣れたね。そっか。もうだって俺鏡いらねえもん。あ、そう。いらないよ。撮るときは鏡いらない、いらない。撮るときもいらない？いらない、いらない。撮るときはまあなくても平気だけど、ここにあるのが分かるから。うん、入れるときは目がどこにあるのか分かんないじゃん、やっぱり。自分の目が。あれ？嘘？目分かんない？うん、分かんないから。だって人差し指に乗っけてさ、イメージだけど、人差し指に乗っけて、うん、そう。あの眼球に近づけていくじゃん。そう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 。それって眼球に近づいて見えてるじゃん。うん、近づいては見えてるけど、違うんだ。やっぱもう分かんないね。あまりにも近すぎて。あ、そういうもんなんだ。コンタクト作るときとか練習させられるのよ、眼科さんで。はいはいはい、俺もう全くつけらんなくて、その練習で。うん、なんか、端っこの方でさ、その鏡の前でさ、こうやって、やり方みたいなの見て、中指に乗せて、中指、自分の人差し指はこうやって目を開けて、そこで中指でチュロンって入れればつきますよみたいなこと言うんだけど。なるほど。はいはいはい。人差し指であっかんべみたいにするってこと？そう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 。で、逆の手で上上げてみたいな。ああ。全然入んなくても、うわーってなってたもん、ずっと。あ、もう入んないこれっつって。超難しい。未だに難しい。ちょっと上向くといいよね。それも言うよね、うん。ちょっと上向くといい。でも、そんなこともない。上向いたらだって鏡見えないもんね。上向いたら、あのね、下、まず中指がちょっと濡れ出すのよ、やり続けると。濡れ出すね。コンタクトってさ、洗浄液にくっついてるから、うん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 、置いた時点で濡れてんの。うんうん、で、ダメだっつって他の指にこう乗せ替えたりするんだけども、手が濡れ濡れで、その目開こうとしてもずるってこうやってね、うまく開けなくて。で、その最中に落としちゃうってことね。そうそうそう、あってなくなって、もうそれで空間から消えるから。いや、多分、不器用だよ。ワンデーだから多分すぐなくなっちゃう。あ、空気に触れると、ふわってなくなるんだ。ふわってなくなっちゃう、気化するから。ワンデー、もうちょっと頑張ってほしいな、そうすると。そうなんだよね、難しい。なるほどな。確かに、俺ワンデーでもいいな。全然いいかもしんないな。どうした急に。いや、考えてみたら、え、俺なんで2週間使ってんだろうって今知らんわ。ちょっと思ったな。だってさ、ワンデーの方がもちろん清潔を保てるわけじゃん、うん、1日綺麗なもの、まあ、未開封の状態だからね。うん、うん、うん、あ、そういうそうなんだ。なんかこうこだわりとか、うん、なんかね、あ、いや今言ってたけど、昔だったらワンデーはないなと思ってたの。はいはいはい。うん、もう今なら全然いい。今だったら確かに。ていうか2週間の使ってんだったら別にワンデーでいいなって単純に思っちゃったね今。まあそうだね。そうだね。そうだね。家ではだってメガネなわけでしょ。そうです。うん、うん、捨てちゃえばいいんだからね。そうですね。まあお試しで。まあそうだね。ちょっとあの値段的にもどうなのか、ね、そうね、本当に。あ、うん、結構頻繁に使うようだったらやっぱりなみたいな部分もあるだろうし。そうだね。うん、割と2週間2週間でね、あのだ、俺もともとその何買ってたからコンタクトずっと使えるやつ使ってたからあれだけど、うん、2週間2週間ですごくいいんですよね。
ああこれはこれでみたいな。どうなんだろう、そのつけ心地とかとかって変わってくるのかな。ああやっぱ2週間の方が厚くできてんのかな、ちょっと。いやどうなんでしょうね、うん、でも結局ね、そのさ、ワンデーの方が高いんだけど、まあそうだね、うん、その2週間のプラスで俺洗浄液買ってるわけだからさ。そうだね、トントンになる可能性も。あまあ確かにな、うん、確かにそうだな。30枚入りで両目5000円、それはどうなの。俺2週間の1箱で多分1300円かな。安いじゃん。1箱で1箱で何枚、6枚入ってる。あ6枚か。あでも6枚で2週間だから2週間でも2週間で買えないからそこ変えろって。そこだよ。お前そのせいでさらにお前目薬買わなきゃいけないっていう余計な出費あんだぞ。2週間で買えないから、そうだね。ああそうか、うーん。30枚っていうのは右左15-15ってことだよね、もちろん。まあ同じ度数ならね。同じ度数ならそうだね。俺右と左だって違うじゃん、度数って。俺違うの。普通違う、普通違うと思う。あ、普通違うの？普通結構違う方だと思うよ。やっぱ効き目みたいなのがあるから。ああ。うんうんうん。そうか、30枚5000円のやつ使ってる人が多いね。3000円、え？違う、5000円とか4000円がラインなのかね。片目で30枚かな。あ、うんうん。まあ1ヶ月ってことか。同じだと楽でいいよね、でもね。俺違うから。うん、俺いつも同じだな、同じで頼んじゃってる。ああ。あーなるほど、両目4000円じゃ、あまあちょっと高いけど、あーでも確かにちょっと高いかな。楽さを考えたらってことだな。そうだね、多分ね。あと目のことを考えたら、目のことを考えたら多少はね、多少はいいかもしれない。やっとかないと。まあね、なるほど。一回試してみてくださいよ。試してみるわ。うん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 、うん、でもあのこの前買っちゃったばっかだから2週間分のやつを2箱買っちゃったから。え、じゃあ終わってからしばらくは、うん、しばらくは多分いけるから。12枚それワンデーで使えよ。じゃあもうそうだよ。で、なんでだよこんな感じかバカかよこれ捨てていいんだってじゃあ楽だなっつって、うん、いや楽だと思う。全部捨て切って、うん、うん、いきゃいいよ。うん、いきゃいいけ、うん、そうだね、まあ、そうだな。目のこと考えたらワンデーとかあるからいいな。そうだね、うん、盲点まさに目だけにね、目だけに盲点。うわぁ綺麗綺麗目綺麗ということで、はい、今週のテーマいただいてます。はい、今週のテーマは田舎についてということで、うん、はいはいはい、うん、まあまあまあ途中でね休み、うん、期間に田舎に帰るみたいな人もいるのかなっていう感じがするんですけれども、うんうんうん、まあ我々なんかは特にその田舎中田舎があんまないよみたいな話になってて。はいはいはい、うん、ないですね、あんまり帰るとこもまあないよみたいな、うーん感じなので、まあどんな感じなんだろうね田舎の人ってねとか、うん、田舎に、まあ、例えばこっち出てきてるけどね地元が田舎だったりとか、あるいはまあ親戚が田舎に住んでるとか、うん、うん、まあ、そういう人ってどういう感じのことを体験してるのかなっていうのをちょっと皆さんから募集しておりますよと。いろいろ来てましたね。うん、いろいろ来てた。まあその中からいくつかね。はい。田舎っちゅうのはこういうもんですよっていうのを紹介させていただこうかなと。うん。お願いします。例えば。お。はい。どれ読もう。どうすんの。どれ読もう。どれ読むの。ユーリーさん、女性の方。はい、ユーリー。ドンさん、ペッサ、テトさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく動画や雑談拝見させていただいております。よろしく。私は18歳で高校を卒業するまで田舎で暮らし、うん、その後ダンスの専門学校へ行くために上京しました。あら、なるほど。やっぱそういう専門学校とかだとどうしてもまあそうだね、うん、多分ね。田舎者の私にとって東京はとても刺激的でした。うん、クラブに毎週末遊びに出かけたり、深夜の新宿安田火災ビルでガラスを鏡代わりにしてダンスを練習したり。あー、よくいるんだよね。いるいるいる。うん、
よくいる、ずったんずったんやりながらなんかヒップホップみたいなのが、はい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 、よくいたわ。渋谷や原宿で買い物をしたり、バイト先に芸能人が来てびっくりしたなど、毎日がとても充実していて、時間が過ぎるのがとても早かった。うん、なるほどね。都会の暮らしはすごかったよってことだね。うん、なるほど。そんな私が東京で最初にぶち当たった田舎と都会を隔てる壁が方言です。うん、方言。今まで普通に話してきていた言葉が、都会の友人には通用しないのです。お、うん、簡単なもので言うと、半袖や靴なんかのイントネーションが違っていて、何度も指摘されて言い直していました。半袖や靴、半袖、靴は靴っていう人結構いるよね。あー、あー、いるね。半袖もだから半袖とか言うのかな。半袖、半袖、半袖かな。半袖、半袖、半袖、半袖がなんかっぽいよね。半袖、うん、あるおしゃれなカフェに入った時も、うん、黒の席でいいらと言ったら、うん、黒い席なんかないじゃんと言われたと。え、うん、で黒っていうのは隅っこという意味がある。あ、そうなの。黒。運ばれてきた紅茶に対して、これはチンチンだで気をつけんといかんやと言ったら、ちょっと人がいるからと怒られた。ち、あ、チンチンっていうのはまあ熱いっていう意味だよっていうね。うん、あ、なんかチンチンだなっていうのはなんかわかる。わかるわかる。はい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 。うん、たくさん注意されてるうちに今まで普通に話してきた方言が恥ずかしいという気持ちが出てきてしまって、うん、標準語で話せるように一生懸命努力しました。うんうん。あ、名古屋なんだね。名古屋だ。名古屋なんだ。チンチン。ですが、お盆やお正月に。お前の言い方違うだろう、多分。あれ違う？うん。おや、チンチンだ。チンチンだ。気をつけないですね。チンチンでしょ、うん、だからチンチンかもしれないです。チンチンだって、うん、チンチンだチンチンだ、気をつけないと、気をつけないと。お正月とかに田舎に帰ると地元の友人から、うん、あんた気取って標準語なんかでしゃべくって都会もんに染まっちゃっただかね、うん、と言われると。なるほど。なるほどね。標準語って逆に染みつくのかな、それとも意識的になのかな。方言が分かんないから分かんないよね、この辺の感覚ね。そうだね。うん、同じ日本の中で少し移動しただけなのに言語の切り替えに苦労していました。ああ、なるほど。なるほどね。そんなこんなで東京、数年東京で過ごしていましたが、うん、ある日、付き合っていた彼氏に家庭があることが発覚したため、一方的にシャットアウトして田舎に帰ってきました。あ、それを機になの？それを機に。あ、そう。田舎にはダンス教室や音楽スタジオも片手で数えられる程度しかありませんし、うん、買い物をするにも車がないとどこにも行けなかったりしますが、うん、標準語で自分を飾ることなく方言丸出して面白おかしく毎日を過ごしております。うーん、なるほど、なるほどね。うーん、そうか。まあ不便な分も面もまああるけれどもっていう感じなのかな。まあそうかな。うん、続きまして、うん、一両編成さん、女性の方。はい、ドンさん、ペスタテッドさん、こんばんは。こんばんは。今週のテーマは田舎ということで、私の住んでるど田舎を紹介します。うん、まず通勤途中にキツネやタヌキ、イノシシなどに出会います。はあ、おー、そのためたまに車とイノシシが衝突したというお知らせメールが入ります。メールが届く。何それは、緊急地震速報みたいな感じでブワッブワッて、お知らせメール、ブワッブワッつって緊急イノシシ速報みたいなのが来るの。うん、山に田んぼや畑があるために、そこでも猿やカモシカ、うん、イタチなどに出会います。お、そして芋を掘り起こされていると。あ、なるほどね。うん、自然が豊かなため、たくさんの動物たちと出会えてとても楽しいです。へえ、なんだよ、楽しいな。メールが入るっていうのが知らんかったな。どういう、あ、市から来るの？町内なのかな。ここでぶつかっているので、うん、ここは通るとき気をつけてくださいとか、はあ、まあ、出てくる可能性がありますみたいな感じなのかね。なるほどなるほど。ああ、それはわからない、知らないな。すごいな。すごいね。へえ、続きまして、はい、イノシシっていうのはすげえな。ウネムシさん、女性の方。ドンさん、ペイさん、テッドさん、こんにちは。こんにちは。いつも動画や雑談を夫婦で楽しんでいます。ご夫婦、うん、ありがとうございます。ご夫婦、今回のテーマ田舎ということで初めてお便りします。あら、ありがとうございます。
私の父の実家は愛媛県の山奥にあり、うん、愛媛、私が高校1年生の時に祖父が亡くなるまで、うん、毎年お盆とお正月には父の兄弟など親戚が集まってきました。帰ってきてたってことだね、うん、祖父の家に行くには松山市から車で2時間ほど山道を登らなければならず、お車で2時間、2時間、道幅が極端に狭いためガードレールもなく、あすぐ横が崖という道を行かなくてはなりません。相当な山の中にあるんだ ね、正月帰った際は雪が積もっていたため、幼い頃の私には山道がとても恐ろしかったことを覚えています。また祖父の家には水道が通っておらず、うん、生活用水は山の水を引いていました。あ、なるほど。そっから直引きなんだ。すごいね。トイレはもちろんボットンだったと。うん、あら。なるほどね。お風呂もなく、近所にある、祖父の弟さんの家にお風呂を借りに行ったり、近くの町まで降りて行って銭湯に入っていたりしていました。すげえ。祖父が亡くなってからは父以外の家族はしばらく帰省していなかったのですが、うん、数年前私が結婚した際に夫にあの田舎を見せてあげたいと思い、ああなるほどね、なるほど、したから、うんうん、私の家族と夫と約10年ぶりに祖父の家を訪ねました。10年、うん、父の兄弟が管理してくれており家も綺麗で、あら、10年前とほぼ変わらない景色がそこにはありました。素晴らしい、ああいいね、それは素晴らしい。あの池で竹で作った釣り竿で魚を釣ったなとか、この道を祖父と二人で歩いてお腹が痛くなった私に祖父がそこでしろと道端を指して、いいね、ありそうだね、いいね、私が拭く髪がないから嫌だと答えるとこれで拭けと祖父が道の脇に生えていた葉っぱを差し出したことだった。強いねやっぱりね、いや強いね、なんかうん、おじいちゃんって感じするな、ね、いいね。帰省していた当時は幼かったこともあり、私はあまり好きではなかった田舎ですが、今思うと自然豊かなところで貴重な体験ができていたなと感じています。あー、いいね、あいいですね、いいですね、すごいいい話ですね、いい話ですね、うん、続きまして、はい、カジカジコさん、女性の方、うん、最初、皆さんこんばんは、こんばんは、はい、田舎にある祖父、母のうん、違うな、祖父母の家のトイレも、うん、は、和式のボットン便所で、はいはいはい、うん、足を踏み外そうものなら汚物の中に落ちてしまうという非常にデンジャーなトイレでした。わあ、そのぐらいやっぱ空いてるのか、ボットン便所は空いてるでしょう、はあはあ、小さい頃トイレで用を足すときは落ちないようにかなり気をつけていましたが、一度足を踏み外して、うん、体が便器の中に入ってしまい落ちかけたことがありました。怖っ、怖いね、うんこまみれになりたくないので必死に便器にしがみつきながら叫び助けを呼んだことを大人になった今でもよく覚えています。なんとか救出されましたが、それ以来そのトイレを使うのがかなり怖かったです。水洗の洋式トイレが当たり前だったので田舎にはこういう危険もあるのだなと思いました。ああなるほどね、トイレ、あトイレか、トイレはね経験したことないわ。田舎のトイレはでもなんかあって思う時結構あるかもしれないね。トイレってさ、もう和式俺使えないなっちゃったかもしれないな。今はだいぶさ都会だと施設とか入ったけど、うん、ちょっと古い施設の建物とかだとやっぱ和式、そう、和式用みたいに和式って書いてあるところあるよね。和式、うん、和式無理とはあっていくらうんこしたくても和式は無理、もう無理、ちょっと我慢しようかなってなるよね。いやちょっと他探そうかなってなっちまったな。変わっちまったね。今はさ小学校のトイレとかももう和式少なくなってるのかな。ああ、小学校のトイレといえば。あれなんで全部さ、和式だったね。ね、和式だったよね。うん。用があってもさ、和がちょっと一個だけ残ってるとかさ、うん、絶対あったじゃん。やっぱ和じゃない、家が和とかで、あれこだわり、洋式トイレがわからないとか、ああ、なるほど。そういう配慮もあるんじゃない？ありそう。あるのかな。やっぱね、ご家庭によって様々だからさ。そうか。そうだね。そうそうそう。どうなんだろう。ボットンってなると、ボッ
トンは俺経験したことあるかな。ないよ。ない、俺ない気がする。よ、要は和式の水が流れていく、あ、全部開いてんのかあれ。あ、要は全部開いてんのか。和式とやり方は一緒だよね。やり方は一緒だよね、うん、で、うん、下のとこのあの水が流れるようなとこが全部下、全部下開いてて、つぼつぼになってるってことね。じゃない。あーあーあー、いやなんかまあわって思うよ。わって思うね。その穴を見られない気がする。なんか、うん、そうだね。勢いよく出たらお釣り来るんでしょ。ああ、まあ普通の和式で、まあ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 、あるだろうし、あるね。傘によるんじゃない？そうだね。ああ、どの程度溜まっているか。ああいや。ちっちゃい頃にさ、うん、家の前をやたらかっこいい車が通ってたの。うん。で、あれすげえかっこいいなって思ってて、うん、これなんなのって親に聞いたら。うん、これはうんこを運んでる車だよって言われて。バキュームカーね。あー、バキュームカーだ。最近、いや分からん、もうどうなんだろう。うちの近くに止まってたの。へー。ちょっとさ、古めの集合住宅みたいな、うん、平屋のなんかさ、ちょっと似たような感じのがバッて並んでたりするところとかは、うん、なんかよく止まってたなっていう覚えがあるな。昔だけどね。もう今もう見ないな。あんま見てないね。あんまりそう言われると見かけてないかも。まあ暮らしてるところがね。で超かっこよかったから俺トミカで買ってもらって。バキュームカー、トミカで出てたか。トミカでね、多分出てた。後ろが緑色のやつ。あー、ありそう。かっこよかったんだよ、ホースついてて。はい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 。ある。あー、確かにバキュームカー最近見てないね。見てないよ。うん、走ってるのか、走ってるは走ってるんだろうな。でもな、多分あるだろうからね、うん、今だって別に普通に走ってんのかな。でも見てない。これは見てないですね。見てない。見てないね。あ、確かにかっこいいよな。って言ったの。かっこいい。久しぶりだわ。うん。確かにかっこよかったかもしれない。うん、バキュームか。全然なんか匂いとかは全くしなかったけどな。あんまり感じたことないけどな。うん。なるほど。なるほどね。そっか。今のなんかちょっと検索してみたら、うん、なんか普通のトラックみたいな、え、そうなの？感じのになってる場合もあるぞ。バキュームか。じゃあ分かってないだけ？あ、本当だ。なんかちょっと化学薬品を扱ってる風の。本当だ。なんかニューって書いてあるな。そう、ニュー。ED2って書いてある。超かっけえじゃん。うん。その、あ、じゃあ EP2 だな、これ。エピソード2だな、多分。エピソード2だ、これ。エピソード2だ。ワンがじゃああれかな。俺らがその言ってた。そう、ワンがうちらが見てた、あのなんか、ちょっと、細長いタンクみたいな。あー、それだ。それがエピソード2が今始まってるんだね。始まってるんだ。それは気づかない。これは気づかないな。これは、知ってても気づかないや。エピソード2か。すげえ性能も良さそうだね。良さそう。すげえ知ってくれそうだな、俺。うん。エコなんちゃらって書いてあるな。ね、エコパネルだな、これ。エコパネルか。うん。これは気づかなかったわ。これは気づかんね。じゃあ走ってんだね、だから今でもね。多分走ってんね。これ、ちょっと。なるほど。今度見つけたら、あ、エピソード始まってるなって思う。うん、これ始まったな。そうだね。うん。それかっこいいね。かっこいいね。相変わらずかっこいいね。かっこいいわ。あー。続きまして。はい。ショマジさん、女性の方。はい。はいはい。最初皆さんこんばんは。こんばんは。今回のテーマは田舎ということで、田舎出身者としては田舎あるあるを送らせていただこうと思う予定でした。いいですね。ありがとうございます。ちなみに出身は山梨県ですと。うん。ほう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 。山梨。じゃあ箇条書きにしてもらってるんですけど。うん。はい。まず1個目が、他県に通じない言語を話す。ああ。県をまたいだらもう通じないってことだね、多分ね。うん。そんぐらいの方言が強いってことだから。山梨もあるんだ。そういう。うん、山梨もね、田舎っていうか、まあ、山はいっぱいあるからね。山梨って、うん、あれか、カエル有名なとこ、カエル食べれるところ、え、あ、どうなんだろう。俺なんかバンドで、高等とか山梨じゃないの。バンドで食べたような気がする。あれ山梨だったかな。武田信玄って山梨だよね。違ったかな、山梨。山梨。続いて、知らない人でもすれ違えば挨拶。ああ。
これはなんか田舎っぽい感じがするな。ほんと挨拶しないもんね、都会なんてね。そうね。してらんないもんね、うん、通り過ぎすぎて。あ、うん、あれだ。カエルが食べれる居酒屋があるってだけで別に、うん、なるほど、うん、名物ってわけじゃないのね、うん、富士山あるところだよね。富士山もまああるかな。あ、富士山あるか。山梨県側の富士山だよね。だからね、うんうん、普通見る富士山と違う富士山がなんだっけ。あ、逆かどっちだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、うんうんうん、そうだ、俺、甲府に行ったんだ俺は。あ、甲府ね、甲府は行ったことあるな。武田信玄の像があったな、駅前に。武田信玄か。そう、ほうとう食べた。ほうとういいなぁ。ほうとうね、俺も食ったわ。ほうとう好きだわ。ほうとう美味しかったな、食べた。ほうとう、あ、うちの和太鼓グループの一人が山梨出身でさ、うん、ああ、そうなんだ。そうそうそう、だからそこに行った気がするな。へぇ、他には、うん、チャリ通中学生、うん、自転車で通う中学生は忠実にヘルメットを着用して、あ、あ、これもなんかよく聞くな。まあ、なんか、見たっけ？ん？ヘルメットしてる。あれは見てないっけ？いや、見たと思う。あそこ。山形、山形で米沢行った時になんか、うん、歩いてる時に。あって言ったよね。うん。うん、でも昼頃だったよね、あれね。うん、あれ昼頃だった。うん、他は、夕方のスーパーは、もはや同窓会。あ、なるほどね。同じ。みんな同じスーパーに行くから。なるほどなるほど。同じ時間とか特売の時間とかね。はいはい。そうすると知り合いにすごい合うと。ああ、花の蜜は至極のおやつ。あ、なんかそれ聞いたことある。聞いたことある。集中するやつね。花の蜜は別に俺も吸ってたけどな。なんかでもこっちでもあるよね、それ。小学生御用達だからね。うん、ね、うん、あんめーっつって。あれでもあんめーってね、育ててる人がいたら最悪だよね。最低だわね。なんてことすんだって思うよな、あの頃は。何にも考えてなかったけど。最寄り駅まで車で20分。あ、でもこれなんか逆に近い方なんじゃない。近い方かも ね。車で20分なら。うん。なんなら都会でもそういうとこあるからね。都会って言っちゃいけねえのかもしれないけど、うん、そういう場合は。そうね。うん、次の電車は1時間後。ああ、1時間に1本。ああ、1時間に1本か。ああ。節算かな。節算。なんか手遊びって書いてあるけど、なんだろう、節算って。なんか、手遊び？せっせっせじゃないのかな。節算。せっせせのよいよいよい。せっさんっていうのがあんのかな。せっさんわからん。せっさん。一世のーのやつかな。一世のせーのやつ。一世のせーかな。せーって言っちゃうとさ、番号言えねえんだ。一世のせーって言ってるやつ。そもさん、せっぱのそれ。ああ、いや、俺、それなんだ。一世のせーのやつ。あれ、せっさんって。あ、一世のせー。あれは。もう、うちらってあるよね、別に。あるあるある、別にあるある。うん、あれ、なんで？ちらだったら。あれ、節算っていうの？こっちではそう呼んでるってことじゃない？でも、あれやろうぜって時、なんて言ってた？手を出しながら、これやろうぜって言ってたよね。うん、これやろうぜか、ね、一斉のしようぜみたいな感じさ。うん。これやろうぜだったな、俺は。うん、俺もこれやろうぜだった。手出してのだったな。うん。うん、山梨では節算っていうのだね、あれ。節算。そうなんだ。今最近はもうやらなくなったね、あれ。うん、やんなくなったね。あれは勝負するとき、勝負のやつ。いや、なんかもう暇なときいくらでもやってた気がするけどね。あれなんだろうね。とりあえずやってたよ、うん、あの5本指出ちゃうとか。あったあった。最初は人差し指急に右手のやつやって、うん、うん、なんだよ5じゃねえかみたいになってたけど、うん、最終的になんかもうマックス20みたいな、うん、そうだね、負けたくない。クソ難しくなるやつ。負けたくない、絶対無理だろみたいなね、うん、ルールがどんどん増えていくやつね。そう、うん、あるある、やってたわよく。節算っていうかね、節算。他はキジの鳴き声で目が覚める。キジ、なんかね、他にもあったんだけど、キジっていうワードが結構出てきてた。キジ、キジがいるんだよ。だからキジがいるんか。キジってなんかすごい、尾っぽの長い、どういう鳴き声なんだろう。キジの鳴き声はどんなだっけね。いやー、多分外で鳴かれても、わー、キジ鳴いてるって、ピョエーとかいうやつじゃなかったっけ。違ったかな。そんな、何それ。
パヤオーみたいな。何若島津くんみたいな。キエーでしょ、それは。三角飛びのやつでしょ。あ、ケーンか。ケーンって言うんだ。ケーンなるほどね。マジ本当にそれ合ってんの、鉄道さんの。あ、俺合ってると思う、多分俺。ピョエーンあれはケーンじゃねえの。ピョエーンピョエーンって言っちゃってるよ。違うのかな。ああ、けん、確かに記事はけんけんなくってそういえば言うね。ああ、他は天気が匂いでわかる。まあってなるんだろうね。山の天気とか特に変わりやすいっていうから、この感覚ってなるのかな。かっこいいわ。記事なんて。記事は動物園でしか見たことない。見たことないね。動物園でしかね。焼き地は見たことないよね。焼き地見たら、うん、わって思うと思うな、多分。怖って思うと思うな。驚くよね、でっかいでしょ。うん。はぁ。ピャーって言うわけだからね、それね。俺らが言うよね。うん、俺らが言うよ。お互い言っちゃうよ、記事もそうだし。そうだね。お互い驚く。丸いが読めない。あはは。1010って書いてある。ああ、1010。丸1101ね。ああ、丸1は丸1か。うん、ああ。丸いね、おいおいって読んじゃうやつね、あれもね。はいはいはい。変なことばかりですが、田舎とってもいいところです。谷町の皆さん、機会がありましたら、ぜひ山梨に遊びに来てください。なるほどね。いいですね。なんかこう聞くと良さそうだ、楽しそうだね。続きまして、はい。のののんの野中さん、女性の方。のののんのの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 のテーマが田舎ということですが、うん、私の地元は中心部と市街地でかなり差がある田舎に住んでいます。あ、そういうのいいですよ。あるよね、中心だけちょっとこう、なんか頑張ってるけど、うんうん、ちょっと離れるともう何もないみたいなね。私の地元は、これ同じやつだ。私は中学生までは市の中心部の方で過ごしていましたが、うん、高校に進学すると市街地の方へ通学しなくてはいけなくなりました。なるほど、なるほど。高校は遠くに行くから。どんどん外れていくってことか。高校は山のふもとにあったので片道自転車で40分近く。あ、自転車40分だと結構あるね。結構ある、結構ある。しかもその半分は山へと登っていく緩やかな坂。ああ、きついな。しんどいね。また時期になると結構な確率で鹿がうろついていたり、たまにはかわいそうにも倒れていたりなんてこともありました。あらわあらららら、動物やっぱ普通にいるんだな。いるね、うん。そんな高校生活で一番大変だったのは体育の授業です。先ほど学校が山のふもとにあると言いましたが、うん、その体育の授業は隣の山を登って降りてくるという。授業なの、それマジで。しかもただ登るだけではなく、コースは登山をするような険しい山道を基本的には走って登れと言われたので、走って登っていました。使うんだね、やっぱそういうとこ。うん、使うんだね。まあ、あるもんはね、使っていこうみたいなことなのかな。うん、授業も1時間なら山1つ分の3キロコース。ああ2時間続きなら。2時間続きなんてあるんだ。2時間続きあるんだ、体育体育みたいな。うわ、山2つ超えの8キロコースを。2つ超えるの。ワクワクするよ、体育2時間。やだー。すげえ、軍隊みたいだね。本当だね。シールズの鍛え方みたいな感じだな。そこの子たち足腰半端ねえだろ。すごいよね。それも、6月からマラソン大会のある11月までの約半年を3年間やり続けた。うわ。めちゃくちゃ力つくね、それはね。うん、すげえわ、それは。うん、今考えるととてつもないことですが、あの頃はよくやってたなぁと、若かったなぁとしみじみするばかりです。おかげで今厳しいことに直面した時もあの時のことを思い出して乗り越えられる忍耐力がついた。いや、そりゃそうだわ。そりゃそうだよね。だって途中で諦められないもんね、帰らなきゃいけないわけだからさ。そうだよ。ああ、そうだね。それは確かに精神力はつくんよな。なるほどな。へえ。そうだよな。そういうのがあれば使うわな、自然をね。うん。ちゃんとね。大変だな、でもな。先生は一緒に行くのかな、待ってんのかな。まあでも、いや、さすがに行くんじゃない、何かあったら。
原付とかついてくるだもんね。山原付で来る方もすげえな。なんかあった時にどうするの。本当だよ。原付でこう頑張れーって言われてみーって言われるでしょ。だ原付で来れるとこまで来てくるんだね。うん、向こうの反対側で待ってっかなーっつって、ね、って言っちゃうんだよね。他にもいろいろ来てますね。うん。どうしよう、これにしよう。うん。キッチュさん、男性の方。はい。松尾隆。こんばん。え、こんばん。いつも元気いっぱいな動画放送楽しみにしております。うん。今回のテーマは田舎ですが、まさにど田舎済みの私の旅のテーマだと思いメールいたしました。うん。私の住む田舎を簡単に説明すると、うん。ぐるっと見渡せば、周り一面田んぼの世界。ああ。うん。5キロ先の無人駅。少し歩けば険しい山々。もう少し歩けば荒れる海。うん、歩いてコンビニ行く者おらず、行き場を求める若者は、こぞってイオンへ大集合。ああ、イオンね。やはりイオン、強いんだね、田舎はね。強いですね、うん。といった感じです。そんな小さな町なのですが、いいところもあります。うん。ハイテク時代2018年の現在でも学童の皆さんは公園で縄跳びをしながらキャッキャしています。ああ、なるほど、なるほど。家の中で遊ぶよりもやっぱ外出て遊んでるよってことかな。うん。なんなら四つ葉のクローバー探しに夢中です。おいっ子はよく鼻水を垂らしています。なるほど。そんな心温まる田舎暮らしも悪くないなぁと感じるおじさんでした。と、締めくくろうと思いましたが、無理です。あれ？都会がいいに決まってます。あ、あれ？うん、田舎の暮らしをしてると都会に負けない人とのつながり絆みたいなものを武器にするしかない。なんでそんな比喩するんだ。なんでそんな田舎を比喩してるのか。それでしか大都会大東京に太刀打ちできません。おしゃれなバーに行きたいです。自動改札を通りたいです。そうですか、イオンより高い建物を見てみたいです。そうなるほどな。イオンって3階建てぐらいかな。そうだね。3階建てでイオンの看板の部分がなんかちょっとでかいみたいなね。でかいね。結構田舎のイオンクソでかいからね。まあでかいね。駐車場もクソ広いみたいなイメージあるけど。なんかゲーセンとくっついてるとことかもあるでしょ。ああ。もうその隣にセガかなんかのゲーセンがドーンと立ってるみたいなとことかあるよね。いっぱい。アミューズメント施設だよね。そう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 。ある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 。はあ、なるほどね。なるほどね。でもまあその田舎といえばやっぱつながり絆みたいな感じるよね。まあね。でもこの人が言うにはそれしか押すとこねえんだよみたいな。ふざけんじゃねえみたいな。まあ確かにね、田舎のいいとこばっかあげてもしょうがないので、うん、まあちょっとこういうとこもあるよみたいなね、うん、ところもちょっと送っていただいてるんで、そういうのもちょっと紹介しましょうかね。うん、そうですね。うん、例えばドルチェさん、男性の方。ドルチェ、三方こんばんは。こんばんは。今回のテーマが田舎ということで、最寄り駅徒歩90分。遠っ。90分。遠っ。それは遠いな。の田舎で育ち、現在も田舎に住んでいるので送らせていただきました。うん、私が紹介する田舎あるあるは、学校が一学年一クラスです。ああ、時々テレビとかで目にはするけどね。うん、うん、私の場合は小学校入学から中学校卒業まで一学年一クラス。うん。さらに私の場合、高校が特殊でクラスが学科別だったので、うん、生まれてこの方クラス替えをした経験がありません。おー。なるほど、なるほど。ずっと同じなんだね、クラス変わらず。うん。一学年一クラスでさらに田舎なので、一クラスの人数は20人前後だと。うん。なるほど。一学年20人ってことだね。うん。もちろん学校に、自分の兄弟や姉妹、友達の兄弟姉妹もいますので、仲がいい悪いに関わらず先輩から後輩まで名前を知らない人はいない。ああ、なるほど。誰から知らぬ親戚だったりみたいな、友達の姉ちゃんだよみたいなことがあるんだよね。なるほど。メリットとしては、まあ、いじめが起きにくいよと。まあみんな顔見知りだからっていう。まあそうだろうね。なんかあった時にも、それうちの知り合いなんだけどみたいになるっていう場合はね。で、喧嘩もまあないよと。で、忘れ物の貸し借りが楽などがあります。が、デメリットとしては新たな出会いがないので、なるほど。まあ例えば、新入学生
ったとしても、まあ、ほぼ顔見知りだし、転校してくる人なんてほとんどないと。で、恋愛がまず難しい。ああ、やはり。で、もし彼女とか彼氏ができてもすぐバレる。しかも全校生徒にバレる。うわぁ、えぐ一瞬だね。そうだね。さらに、冷やかしと嫉妬、妬みがすごい。特に女子って書いてあるね。あーなるほどね。そして小さなコミュニティしかないので、その輪から外れると卒業までぼっちになると。つらい。わあ、それはきついな。それはつらいな。きつい。クラス替えもないもんね。体育祭と合唱コンクール、うん、あと、生徒会選挙はすべて出来レースだと。あれ必ず上級生が優勝した当選する。やだやだ。なるほどね。これもまあ確かに顔見知りだからあそこに入れとかないとみたいな。やだわ。伝統じゃん。あなるほど。そういうのもあるのかな。なるほどね。あと、部活が2つしかない。お、ソフトテニスと卓球があるんだって。なんで似たような競技なんだよ両方。なんで似てんだろうね。これでだからインドア派とアウトドア派に分かれるんだね。うわー。インドア派は卓球やって、アウトドア派はソフトテニスやると。はで、ちなみに卓球部は廃部寸前だと。あららららら ら, あ ら, 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 ら。みんなソフトテニスっちゃ う, そうなんだね。なのかな。うーん、全員何かしらの委員会に入らないと学校が運営できない。やばくないもん。あ、図書委員は、うん、誰が 何を読んでるのか全員わかるってことだ。すげえ嫌だわ、うんうん、デメリットを挙げたらキリがありません。田舎なんていいことないですよと。余談ですが、過疎化と少子高齢化が進んで、私が小学生の頃、地元のお祭りで小学生が担いでいたおみこしが、うん、今では滑車がついて紐で引っ張りながらわっしょいと言っていて、ものすごく寂しくなりましたと。あ、人の担ぎ手がね、なるほど、減っちゃって、もうその原理、科学の原理を使わないと引っ張れないと、うん、おみこし出せなくなっちゃう。まあお祭りとかもどんどん消えていくって話だからね。なるほどね。なるほどな。寂しいね。はあ、そうやな。なかなかだ。やっぱ全然違うんだ。全然違うよね。うちらが想像して、うちらのやっぱそのイメージする学生生活とはちょっと違う、ね。そうだね。俺神奈川だけど、うん、やっぱ神奈川外れるとさ、うん、ちょっと。奥目に行くと、いや神奈川もそうだし、うん、埼玉だってそうだし、なんなら東京だって、ね、奥目に行ったらもう田舎だよ。田舎なんだよね。外、うん、で本当西東京のさ、さらに奥の方とかね。なんだっけな、なんかのね仕事で、うん、営業の仕事をしてたことがあって、はい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 、その神奈川のね本当田舎の方に行ったんだけどね、マジでなんもないんだよね、うん、いやわかる、うん、その辺見てもまずコンビニとかないから、うん、あこれやばいなっていう。俺も神奈川にね仕事かなんかで行った時に、ほんと神奈川の外れ、うん、外れっていうほど外れてもないんだけど、うん、もうちょっと離れたところ行ったら、まあもう山ばかりみたいな。ね、うん、山と田んぼと。そう、うち、うん、いとこが茅ヶ崎に住んでて、おで小学生の頃とか行ってたけど、茅ヶ崎ね、うんうん、茅ヶ崎の駅から車で20分ぐらいのとこ、うん、でも相当山の中で、そうだよね、庭もすっごい広いの。はい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 、はい、もう豪邸並みの大きさの家に、相当なんかもうグラウンドぐらいの庭があって、うん、すげえな。そう、でももう目の前の道はもう草雑草まみれの道だし、はい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 、なんかデパートとか行くのも歩いて何十分とかだった、うん、そうだよね。そうなんだよね。だからまあ、うん、都会っていうところは本当に一くくりというか一区切りというか、まあ、ちょっとしかねえんだなっていう感じはする。そうなんだよね。意外とね、うん。うん。大体の県には田舎あるよなっていう感じはする。そうね。他も、まあ、田舎こんなのあるよみたいな、こんな感じになるよっていうの、うんうん、ちんちんは暑いとこだよ、三男性の方。何言ってんの、うん、ちょっと分かんないですね。ちんちん、最初にさん、こんばんは。うん、うん、あ、ちんちんはか。さっきのあれか。なるほどね。そうだね。なるほどね。うん、ああ、なるほど、なるほど。あれ、説明しろ。ああ、なるほど、なるほど。お前も。何言ってんのかと思っちゃった。バカなんだなと思った。まあ、どちらにしろバカなんだけど。バカだね。バカでしょ。今回のテーマである田舎についてですが、うん。私は、東日本大震災が発生した後、復興支援のために
宮城県の沿岸部の、うん、いわゆる田舎で仕事してたことがあります。ほうほう、うん、私は仕事から地域の方と接することが多かったのですが、うん、まあ、見る見るうちに顔を覚えられてしまう。いい。おう、買い物をしたり食事に行ったりすれば必ず挨拶するような状況になったと、うん、まあまあまあそれ自体はいいよね、まあまあまあ、うん、うん、ただ、何より辛かったのは唯一あるビデオレンタルショップに行って、うん、安易に A の V を借りようとするものなら、うん、あの人あんなすごいの借りてたよとなりかねないと。あなので怖くて専門コーナーにすら入れなかった。あ、まあ、そう、誰しもが知ってるから見かけられることもあるだろうし、なんならビデオレンタルのね店員さんも顔見知りの可能性が十分にあるから。やっぱそうか、うん、なるほどな、なるほどね、それは確かに。あなるほど、覚えられてるのがいい、必ずしもいい場合には転ばないってことか。そういうことが起きるんだな。なるほどね。ああ、それは確かに大変だよね。そうだね、まあ、うん、AV に限らずなんかね、その買うものとかさ、まあ ねあいつあれ買ってたなみたいな、ね、そういう、まあ、思ったとして広めないとは、うん、広めない人ももちろんいるだろうけど、うん、広まっちゃうかもなってまず思うってことだよ ね、うんうん、見られてたらどうしようってまず思っちゃう。怖いもんね。思っちゃうね。怖いよね。だからね、あ、まあ、抑止に働く場合もあるだろうけど、だからさ、その田舎だと鍵かけないみたいなのもさ、うん、はいはいはい、逆にそういう抑止に働いてる部分なのかもしれないけど、うんうんうん、ねえ、ちょっとそういう好奇心旺盛なことができなかったりとかする可能性もあるのか。はあ、なるほどな。なるほどな。あ続きまして、はい、あ、こういうケースもあるんだな。なるのさん、女性の方、はい、三種目さん、こんばんは。こんばんは。テーマが田舎とのことで、ふと子供の頃のことを思い出しました。お、うん、父の実家が兵庫県のど真ん中より少し北より、いや、うん、うん、何十年経っても未だにほとんど景色の変わらないど田舎にあります。うん、うん、子供の頃その家はボットン便所に五右衛門風呂でした。五右衛門風呂聞かないね最近はね。五右衛門風呂ってのは どんなだ。五右衛門風呂ってのはなんかね、釜、あ、うん、で火で、はい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 、釜のやつか。そう、くべてお湯を、ああ、こういう下に素材を引くやつ、トトロに出てくるやつ。トトロのも同じやり方かな。あ、うん、あれはタイルでもとりあえずタイルっぽかったよね、なんかね。どんなんだっけな。どんなんだったっけ。なんかパコって外してたような気がするな。どうだったっけな。でもなんか火くべてたっけね。うん。なんか火くべてた印象は。お父さん、うん、お父さんなんかフーフーしてたような気がする。なんかね。そうだよね。うん。あれはだから、はいはいはい、いい、最新五右衛門なのかな、わかんないけど。どんなんだろう。新しい、比較的新しい五右衛門なのかな。トイレに行くのが辛くて辛くて、うん、田舎に帰るたびに軽く膀胱になってしまいました。ああ、まあ我慢してたんですね。なるほど、なるほど、なるほど。でもお風呂を沸かすのは楽しくて、父と一緒に薪を割り、ああ、いいね。あ、いいね。小さなコッパを集めたりするのが楽しみでした。ああ、それは楽しいわ。薪を割ったことねえわ。ねえわ。薪割るのか、なるほど。効率的な火の起こし方や、うん、薪の組み上げ方など、親公認の火遊びができるのは子供心にワクワクしたものです。なるほど、なるほど。いいな。今でもキャンプなどでは焚き火を作って火をつけるのは得意です。おお。ああ、時々いたわそういう子。なるほど、ね、薪をうまくくべる子いた。組んでこういう木からこうやって組んでいくといいんだよみたいな。なるほど、なるほど。そんな田舎の家も、うん、一人で住んでいた祖母が亡くなり今では空き家となっています。あ、うん、先日その林家、その祖母の家の林家から、うん、庭の木が伸びすぎて邪魔だから切ってほしいと連絡があり、うん、久しぶりに行ってきました、うん。正直相続税を払うだけのお荷物の土地ですが、やはり懐かしかったです。あ、ちなみに切らなくてはいけない木は数本あり、うん、伐採の見積もりだけでも15万と言われドン引きしています。あ、木を切るだけでもまあ存在とると、うん、なるほど。無人の家屋も取り壊さないと土地は売れないと言われていますが、取り壊すだけでも100万円ぐらいはかかるし、あららららららら、ら、そして土地が売れたところでいくらも残らないです。あ、どうしたもんでしょうねという、そのまあね、
田舎がの家でもね、その住む人がいなくなって土地どうしようみたいな問題も難しいんだよっていう難しい問題だね。ああ、なるほどな。なるほどな。大変だな。大変だな、そりゃな。という話もありつつ も、うん、じゃあ最後にね、ちょっと綺麗な話いくつか読んでまとめようかな。畑出身青いカモさん、女性の方。はい。ドサンペサテッドさん、こんばんは。こんばんは。うん、私自身、神奈川の田舎に住んでいます。さっきも出てきた神奈川にも田舎ありましたね。神奈川の田舎町に住んでいます、うん。祖父母も家から歩いて2分のところに住んでいるため、うん、飛行機に乗って会いに行くとかしたことはないと。なるほどね。うんうん。しかし私の、同い年のいとこは都会に住んでいて、小さい頃は夏休みに祖父母の家に遊びに来ていました。うんうん、あ、だから遊びに来てくれるパターンだね。なるほど、なるほど。うちらの場合なんか帰るところっていうイメージだけど、うん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 、そうでない人ももちろんいるってことだね。いとこが遊びに来るのは私も夏休みの楽しみの一つで、うん、いとこと一緒に近くの川に釣りに行ったり、祖父母の家の縁側でスイカを食べながら種をどちらが遠くに飛ばせるかを競う。あ、こんな本当にあるんだね。マジであるんだな。自分たちで捕まえたカブトムシをカーテンに掴ませてお尻を叩き、どちらが一番先に一番上まで登らせるかを競うなどして遊んでいました。はあ、完全に僕の夏休みのやつだね。本当だね。いとこは毎年その思い出を絵日記に書き、学校の子に羨ましがれると羨ましがられると言っていました。はあ、あ、それを聞くと都会ではこういった遊びができないんだなと思いました。なるほど、ね。自分が感じた田舎の良さは、地元の夏祭りに近所のおじさんおばさんに食べ物をおごってもらえたり、うん、野菜や果物をたくさんもらえた時に痛感します。あ、田舎に住んでて不便なこともたくさんありますが、近所付き合いの良さや自然を満喫できるところは私にとって田舎の良さだなと思います。うわ、うん、少しテーマと違うかもしれませんが、田舎ということで送らせていただきます。うわ、いいわ、あら、いい、いいね。そこだけ聞くとめちゃめちゃいいな。いいね。ラスト、はい、はい、秋くれないさん、女性の方。はい。今回のテーマ田舎ということで、豊かな田園風景が広がる田舎住まいの私が一番好きな風景があります。うん、うん。それは逆さ鉄塔です。あら、来たね。うん、ちょっとみんなも想像してね。ちょっと待って、逆さ鉄塔がピンときてない。うん、まあそう説明するから。あ、ほんと。うん、じゃあ調べない方がいい。調べなくても多分想像でわかると思う。あ、こういうことかっていう。そう、わかる。オッケーオッケー。田植えのため、うん、田んぼに水が張られる6月、うんうん、まあ、水がパッて田んぼにあるね、うん、その苗が大きくなって水面を隠してしまうまでの数週間の間は、その水面が鏡のようになって、田んぼの近くに立っている鉄塔が水面に映って逆さに映ると。そういうことか。そうそうそう、なるほど。逆さくじみたいなもんだね。はい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 、はい、そういうことをこの人は言ってるみたい。あ、うん、我が家の周りには田んぼの中に鉄塔があるところがちらほらあり、うん、通勤の際は自転車を止めてその写真を撮ったりしています。なるほど。うん、真下に反転する鉄塔や夕日を背景にして連なっているものなど、一日たりとも同じ風景はありません。はあ、短い期間ですが、朝夕にそれを眺めるのが初夏の密かな楽しみとなっていますと。はあ、いいね。これはいいね。これはいいね。これはいい景色ね。これはいいよ。なんだよ。逆さ。いいな、おい。いいな、田舎な。逆せ、逆せ。逆せ。逆せ。何逆せ。逆せてっといいな。まあ、鉄塔に限らず山とかがね、映ったりもするだろうし。逆さ富士、前の家が、うん、風呂の壁が逆さ富士の絵になってたわ。そういえば。え？お前んちの？うん。ベニヤだった。そう、ベニヤに囲まれた中の。ベニヤに、あ、銭湯、壊れた銭湯の、あれ使ってたんだっけ？え？壁できて、使ってたんだっけ？あれ？俺一回足洗いに入ったことあるけど、もう俺ん時はなかったな。いや。血だらけだったもんね。あるあるある。血だらけだ壁。ああ、そうそうか、染まってたかもしれない。そう、一時期ね、染まってたんだよ、血で。そうなんだよ、確か、あれだもんね、人がよくその付近でいなくなるっていう。そうそうそう。そうだね。隠してた、隠してた時かもしれない。恐ろしいね。すごい、お風呂に絵が描いてあったの？描いてあった、描いてあった。あれ、俺、それは、何？そういう、誰か描いたの？いや、
そういう なんだろうあれは。だって注文しない限りはさ、普通絵ってなん多分来ないもんね。じいちゃんがその家を建てたから、じいちゃんが多分設計したんだと思う。じいちゃんがだからそういうの好きだったのかな。そうだね、じいちゃん。地面タイルだったよね、あの水色の。うん、タイル、タイルね。じゃあそうだ、あれ俺入ったことあるけど、だからあったけど気づかなかったんかな。坂さんかもしんない。ドンさんも多分普通すぎて俺に言ってくんなかったんだろうな。いやまあ言わない。風景、こんなところに富士山ありますとか多分いつも見てるから当たり前すぎて言わなかったんだな。へえ、なんかちょっと風流なお風呂だな。そうだね、あって、そう、それが今言ってたその水面がちゃんとあって、で逆さ富士になってるっていうね。朝富士は、うん、そういえばそうだったかな。銭湯とかだとはよく ある。まああんま俺銭湯、そうだね、銭湯とかもあるね、うん、でっけえな、絵は描いてあるよね、うん、富士山の絵とか。あ、うん、ということで田舎について送ってもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。そういえばいい、ね、そう田舎について で俺話そうかなと思ってたことあったんだけど、俺は田舎ないんだけど、学生時代にその知り合いに田舎があるっていう人がいて、うん、その田舎静岡のね、どこだったかな、うん、なんか海岸沿いなんだけど、うんうん、有名な海岸よりはちょっと先の方の海岸沿いにある、まあ、田舎ちゃ田舎に住んでて、うんうん、その家に行ってすげえ面白いつか怖えつと思ったのがさ、うん、その家のまあ習わしなのか何なのかで、うん、要はおじいちゃんおばあちゃんかな、おじいちゃんおばあちゃんとかの肖像画を飾るみたいなのが、うん、なんかその家にはあったのよ、うんうん、でまあ何代か続いてるから、こう寝るところに何枚かこう貼ってあるのね、 5,6 枚ぐらい肖像画が、うん、まあ、それだけでもちょっと怖いんだけど、うんうん、肖像画がもう結構なんか怖いからさ、うんうん、顔が描いてあるってだけで怖いんだけど、それでその友達が行ってすげえ怖えと思ったのが、おばあちゃんがほとんど同じなのね、顔が。顔が何、そう、何、肖像画がもうほぼ同じ絵描いたんじゃねえかぐらいの顔がポンポンポンって並んでんの。何、怖って思ってさ。怖っ。まあね、要は家族だから、うん、基本的にはまあ似てるのはそうなんだろうけど、同じ顔がちょっとだけなんかちょっと部分違う、同じ顔がポンポンポンってなってて寝れねえよと思って、っていうのがなんかあったわ、その田舎。田舎怖、まあ、その家の風習なのかなんかわかんないけど。なるほど。それがちょっと思い出して面白かったなって。じゃあ俺もあのいとこのそのさっき言った茅ヶ崎のところの一個話があるんだけどさ、あのよく泊まりに夏行ってて、うん、である日色紙でさ、ちっちゃい色紙ってあるじゃん、色紙で普通の色紙の4分の1ぐらいのやつあるね、はい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 、でこれ、はいはい、あげるよって1枚くれたの、その色紙をね、ちっちゃい色紙、そう、うんうん、で見たらラモス・ルイのサインだったのよ。へえ。でこれすごいっつって、俺サッカーその時本当に好きだったから、あ、うん、あ何ラモス好きみたいになっていやだってラモスすごいよって言って、なかなかないよ、そしたら、え、じゃあこれもあるよっつって、うん、今度カズのサインが出てきたの、でベルディベルディだね、でそっから武田出てきて、出た、わー黄金世代じゃん、すげえじゃん、本当に強かった頃のベルディ、そっから井原正巳、そっからいきなりマリノスなんだけど、マリノスだったね、出てきてすげえ持ってんの、うん、でこれすごいってテンション上がってて、うん、え、何これいつもらったのって聞いたら、うん、近くの駄菓子屋にあったって言われて、えなんかよくわかんないんだけど、どういうこと、まさか、いや本当なのかも今もわかんないんだけど、あ、駄菓子屋にサインが売ってるんだって、うん、ちょっと待って制作者は誰なの、わからない今となってはラモスのサインがそれのやつなのかもわかんないし、うん、カタカナでラモスって書いてたじゃないの、それやったなよくわかんないの、やってるな、ルイかけてなかったんじゃない、ラモスってわかんないんだけど、右下に
ボール弁でナモスルイって書いてあったから俺はナモスルイだと思ってたのよ。あーなるほどね。あーやってるなー。それはでもわかんだ、その駄菓子屋がさ、ひょっとしたらなんか縁のある、まあそうだね、なんかサッカー選手のそれこそね、 おじいちゃんがやってる駄菓子屋とか、そうなのかな、可能性もあるじゃん、うん、いや。めっちゃまずいよね。で、小学生の、まあ、売っちゃまずいけど。てか、いくらで買ったの？あのいくらで売られてんの？いや、いくらかもわかんない。で、うん、ほんと、その時はすげえテンション上がって、まあね、名前書いてあるから本物だって思ってたのよ。だって右下にラモスルイって書いてあるんだもん、みたいな。確かにね。で、二人兄弟なの、いとこが。うん、で、俺も持ってるよ、っつって。うん、いとこは確か、マリノスの あの伊原のね横にあのオムラっていう、オムラ、オムラ、そうオムラのがあるんだなって、うわオムラだっつって、でその後に出てきたのが、でも兄ちゃんと被ってラモス俺も持ってんだよっつって、同じラモス被るってどういうこと？いやダブってたの、ラモスが、ラモスダブダブってんのよ。そんなガチャなの、それなんか。いや、ガチャで出てきてんの？わかんないの、今でもなんかわかんないんだけど。くじとかなのかな。ちっちゃいサインをいっぱい持ってて。うん。で、俺、ラモスと、その、数は1個しかないからって。ラモスは被ってたのよ。だから、ラモスはもらったの。被ってたのね。そう。で、しばらく部屋に飾ってたんだけど、うん、引っ越した時にどっか、多分行っちゃったんだと思う、うん、あらもったいねえな、もったいないな、それ値打ちもんだぞ多分、値打ちもんだよ本当にね。カードとかじゃなくて本当の色紙だった、色紙ね、ちっちゃいね、4分の1ぐらいのサイズのやつだよね。あれ、はいはい、誰か持ってる人とかいんのかな、やっぱ田舎のそういう駄菓子屋さんみたいな貴重だよね。いや貴重貴重、どんどんなくなってってるんだろうけど、やっぱわけわかんないも売ってたりするもんな、うん、知恵だよね、だからね、そのね、知恵だろうね、知恵だね、やっぱね、今サッカーが流行ってたの、サッカーが流行ってるらしいぞっつって、そう、うん、じゃあサインとか、いやそんなみんな欲しいかいっつってね、うん、じゃあ売るよっつって、これ買うでしょみたいなね、で買ってるもんね、現にね、買ってるもん、現に買って、で俺に届いてるから、うん、いやダブってるってところでおかしいなって気づけばよかったんだけど、うん、そうだね、うん、もらえちゃったみたいな、ダブってるからあげるよって言われてすげえ嬉しくて、すげえ、いや嬉しいわな、子供だったらな、うん、それは、まあ、まだね、まだ真偽はついてないから、本物、まだわかんない、本物かもしれないし、ま、ない、名前ちゃんと書いてあったから、ボールペンで、うん、それか凶悪な詐欺事件かどっちかか、そうだね、あ、あれはどうだったんだろうな、まあ、うん、何せおおらかだよね、そうだね、あ、何せおおらかでいいと思いますよ、うん、思い出したわ、なるほど、ね、うん、いいですね、まあいろいろ送っていただいてありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。でいくつか普通のお便りも紹介させていただきましょうかね。はい、ではん、30代の転職さん、女性の方、はい、ん、田さん、テッドさん、ペチャンコさん、こんにちは、こんにちは、動画で BGM として流して聞きながら転職活動しております。うん、この前面接で、ストレス発散は何ですかと質問され、うん、筋肉トレーニングとゲームの実況動画を見ることですと回答しました。言うんだね、うん、そしたら面接官の方に、ゲームの実況動画、あ、誰のとこありますかと聞かれ、うん、三人称さんという方たちの動画ですと返したら、うん、あ、私も見てますよ、面白いですねと面接官の方もご存知でした。すごいね、よく電車の中や面接で三人称さんを知っている方に出会ったというお便りがありましたが、うん、正直嘘だろって思いましたが、本当にこういうことあるんだなと思いました。うん、残念ながらその会社で内定いただくことはできませんでした。あれもらえねえのかい。引き続き頑張りたいと思う。そこもらってないのか。ここはやっぱもらえないんだね。もらえないんだ。しっかりしてる。うん、そことは話がしっかりしてる、ね、うん、違うんだね。だからうちらだと多分内定にはあれだな、あんまり関与ないってことが分かった ね、これでね。あ、ちょいちょいあれだね、面接官の人知ってるんだね。そうね、うん、なんか前もあってね、前もあった、前もあったね、違う人でね、ーゲーム実況ですって言うんだ ね、あんまりいい、どうなんだろう、言わなくていいようなね感じがする、ね、なんか俺らだと、ね、自分でやっててあれだけど、なんかマイナスに取られそうだなってイメージがね、そうそうそう、
あるけど、別に普通、まあ、面接の人を見てるなら普通なのかな。そうだね、すごいね。普通だとしたら今度出す人を間違えてたよね。だからね、三人称だとちょっとやっぱあんまマイナスだったのかな。そうだね、マイナスだったんだろうね。会社にとってはマイナスなのかな。三人称、会社にとっては三人称はちょっとあれ見てる、会社には持ち、うん、あれじゃダメだなですよ、ね、持ち込みたくないんだろうね、会社には。そうだね、もうちょっとなんか違うなんか人をあげたらいいんじゃない。そうそう、ね、なんか多分あると思うよ。そうだね、面接にいいゲーム実況で、うん、多分例があるよ、向こう会社には、うん、ある多分なんかある、この人なら OK ですみたいな。そうそうそう、うん、そういう人を探してください。うん、続きまして、はい、あ、これも、あ、こんな短、こんな人見てたんだみたいなタイプだね。ほん、夏ゆきさん、女性の方。はい、どうさん、ペサテトさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。先日少しびっくりしたことがあったのでメールさせていただきました。おい、うん、私の家には約1年前に亡くなった85歳の祖父、これなんて読むのかな、宝斎でいいのかな、宝斎、大崎宝斎の宝斎かな、これな、違うかな、宝斎さん、宝斎、まあなんか名前は伏せようか、祖父がいました。祖父はスマホを持っていました。ほう、85歳スマホを使うんだね。すごいね、うんうん、なるほど。亡くなってからも祖父の友人から、亡くなってからも祖父の友人から、うん、祖父は亡くなってるんだよ、亡くなってるんだ、ね、でも祖父の友人から、うん、あの世はどうかなどのメールがいっぱいしていたら。マジマジおしゃれだね、おしゃれ、すげえな、これはおしゃれ、そんなことあるの、ああなどのメールが来ていた、来ていて、してたのでそのままにしていましたが、うん、わー、ああおしゃれ、おしゃれだね。1年経ったので解約することになる。あら、あーれー、うん、まあね、いつまでもっていうわけでもね、まあ、ちょっといかないからね。最後に、いけないなとは思いながらもちょっと中見てみたいなと思って、うん、祖父のスマホを見てしまいました。うん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 、まあまあそれ好奇心はあるよね。うん、そうしたら、ウェブサイトの履歴に、うんうん、エッチなサイトと、あら、まあまあ見るわな、三人称の文字があったと。え、85歳だよ。85歳、うん、まあもう、あれと思い、お気に入りを見たら、エッチなサイトと、いや、やっぱエッチなんだね。お三方のツイッターの文字があったと。ツイッターをだから見てくれてたのかな。ツイッターも見てたの、うん、もしやと思い、YouTube の履歴を見たら、最初のマイクラや雑談などがあったと。あら、履歴に残ってたと。そして思い返してみると、そういえば、パンツのことをおパンティーと呼んでいたり、ちなみによチナっていうのは別にうちらだけでもないから、ね、まあ、あ、まあまあまあ、まあ、そうだね。誕生日に余ったろうそくをケーキにすべて立てたら、その祖父が誕生日かよと言ったと。誕生日だから誕生日かよで合ってるからどうなのかよくわからないんだけど、合ってんだよな。なんかその時私はなんか三人称の言い回し似てるなと思っていたことをちょっと思い出したと。はあ、まあそうだと、まあね、祖父のこの85歳は三人称アダルトだったと。うん、アダルトもアダルトだよね。アダルトもアダルト、ね、アダルトどころかもうシニア だ, ね, ね。そうだよ、三人称シニアだったんだね。シニアもやってきてたよ、やってきてたんだ。こんな近くに三人称アダルトがいただなんてと、亡くなる前に知っていたらもっといろいろ話をできたんだなと思うと同時に、三人称さんは幅広い世代に愛されて、まあ、珍しいと思うけどね。相当珍しいと思うけどね。長くなってしまいましたが、祖父に楽しい時間をありがとうございました。ちょっと切ないね。切ないな、それは切ないな。これからもご活躍楽しみにしていますということで、ね、なるほど。へえ、そうなんだ、広いな。まあ聞いてくださってたんだね。そうだね、聞いてくださってたんだね。知りたかったな、どこで知ったんだろうね。いや、どういうエッチなところを巡っている間に出会っちゃったのかな。なんか出てきたのかな。YouTube でなんかエッチな単語を検索してたら出てきたのかな。引っかかる何かがあったのかもね、うちらのね。あったのかもしんないな。そうだね。そこからでも聞いてくれてたとしたらありがたかったね、これね。生きてる時に知りたかったな。交流がね、まあ持てたら。ね、すごいな、うん、まあね、何ができたかどうかわからんけど知ってたら ね、またなんか違ったかもしれませんが。そうですか、スマホ使えるっての相当すごいね。そうだね、うん、85歳、まあ今だとスマートフォンもさ、まあ、今はわかんないけどちょっと前まではよりシニア向けのスマートフォンみたいなのもあった、ね、ありましたね。なんかタッチパネルなんだけどちょっと押すとグッてなる感じ、うんうんうん、バイブレーションがあるみたいなね、うん、もあるんだよね、あるあるある。だから、まあ、使いやすいっちゃ使いやすかったりもする。うん、文字もでかくてね。そうだね、いいらしいですよ、あれも。なるほど、へぇ、
続きまして、としおさん、男性の方。はい。どうさん、ペサテッドさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく動画、雑談拝見させていただいております。ありがとうございます。先日の放送で、チャンネルリレー後に、ツイッターに上げてくださった皆さんのお写真で、鉄道さんのガタイが大きくなっているという話について言及させてください。ああ、はいはい。鉄道さんご本人は照れ隠しなのか、お得意のバキネタで、マウント飛ばのパンプアップのような状態だったからと交わしていましたが、言ってましたね。しかし皆さん騙されないでください。お、鉄道さん、僕にはわかりますよ。やってますよね。やっている何言ってんだろうね。何言ってやっていますか。文字に関わっているせいか、筋肉をつけることに恥じらいを感じているようなそのお姿はお笑い界の奇才、うん、松本人志のギラギラしてきた頃を彷彿させます。そこなるほど、そこね、わかる。そこで、ドンさん、ペイさんのお二人に断言します。うん、鉄道さんはこれから5年以内は常にヒゲを蓄えます。確かに今ちょっとヒゲ生えてる。なるほどね。そしていずれ坊主となり、金髪を経て、ストイックに体を鍛え抜き、好んでサイズの小さな T シャツを着ることになるでしょう。ピチピチのね。ピチピチのね。2018年の夏に年男がこう言っていたということをどうか頭の片隅に置いておいてください。よろしくお願いします。なるほど。いやいや、そんなんせえへんって。いやー、もう完全になっちゃった。そんな関西弁になっちゃった。入っちゃったそっからなんだ。そうなってるのかな、俺。そんなつもりないんだけど。でもヒゲあたりから入るんじゃない。あ、まあ確かにね。で、暑いからって坊主になって、しばらくは黒だよね。しばらくは黒でしょうね。しばらくは黒。そんな瞬間、そんなことから金髪になって、ごま塩頭の金髪のね、ピッチリとシャツ着て、真っ白のね。ツイッターの語尾に丸を3つ使うみたいな。はいはいはい。つぶやき出した。あれね、つぶやき出したね。なるほど。そうなったら、ああ、なったな、完成したなって。あいつなったなって思ってもらって、まあ構わないですけど。なるほど。そう、まあ、まっちゃんはでもあれでしょ、体あんなになったのは、家族のためでしょ。そうなんだ。なんか言ってたよ。なんか始まりはそんな感じだよ。どういう理由なの？子供、要は家族を守りたいっていうところから、なんかボクシングとか、まあ昔からちょいちょいなんかボクシングとかやってたんだよね、なんか。はあ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 。で、じゃあ、そうか。そうそうそう。俺とは全然違うね。そうなんですよ。守る家族がいない場合は。だから、じゃあ、鉄道さんも、守る家族ができたら、ああ、なるほど。どん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 、そうなる可能性がある。もっと守らなきゃって。そう。なるほどな。そういうことですよ。そっか。楽しみだ。楽しみだな、そしたらな。俺が坊主にしたときは。てっちゃんが坊主にね、したらもう笑うな。始まったぞって。始まったってなるもんね。なんだよ、こんなの。なんだよ、それ。知らねえよ。俺が別に取り上げたわけじゃないもん。続きまして。はい。動けぬデブスさん。かっこ 123.9 キロ。女性の方。123.9 キロ。最初の皆さん、こんばんは。動けぬデブスです。デブだね。先週の放送で、動けるデブスさんが、20キロ減量したという話をね、話してくれたんだけど、真のデブスこと動けぬデブスが、動けないかもね、ご連絡に参りました。だって 123.9 キロでしょ？すごい。かなりだね。かなりの。ご機嫌でしたね。ご機嫌ですよ。その情報を聞いたときには、ホロニガビターチョコリング325キロカロリーを頬張っていたところに、そのね、動けるデブスっていう人が減量に成功したとのメールがあったと。なるほど、なるほど。で、ああ、お菓子食べてちゃいけないなーって。ホロニガビターだからカロリーゼロだけど、みたいな。そうなんだよね。伊達かよ。サンドイッチも伊達ちゃんみたいなね、こと言ってるけど。そう思いつつ、サク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 しておりましたと。ところで T シャツの件ですが、まあ、その 3L がどのぐらいいけるの入るのみたいなね、話をちょっとしてたような気がするんだけど、120キロだと、まあ、3L サイズがいけるのは体格にもいるのですが、とりあえず私だとピチピチ確定です。なるほど。ピチになっちゃうんだ。私の場合はメンズサイズで 4L から 5L。5L。レディースサイズの場合は 5L から 6L。なぁ。起きていると。想像できますかと。いやだから、
大きいサイズで私も頼めるなと大喜びしたのもつかのま、なんだ 3L かとがっかり、そこで来なかったんだね。なるほど、この方は 3かよっつって、少なからずここにいるということをお知らせしたくお便りさせていただきましたと。今夜は、今夜はサラダと野菜を食べます。サラダと野菜を分けるものなんだ。分けるんだね、別のものなんだね。、うん、慣れてないじゃない、やっぱり。あ、なんだこりゃ、すごいな、 23.9 か。あー、すげえなー。あー、すごいねー。ホロニカビターチョコリングっていうのもなんかいいね。ビターチョコリング 325kcal もオーバーってたんだって。まあもうちょっとなんかね、そうですね、もうちょっとは、いやね、少なくてもいいんじゃないかなって気はしますけどね。そうですね、まあ徐々にでもね、まあ徐々にそうだね、3L を目指していただければ。そうだ ね、目指していただきたい。目指して来てほしいけどな、 で、ね、できれば、うん、うん。サラダだけにしよう。そうだね。野菜はいいから。サラダに野菜を重ねるのやめよう。野菜を重ねるのやめようよ、うんうん、そうそう、正直かぶってるから、うんうん、過剰に行きたくなるからね、うん、ね、うん、続きまして、はい、あ、こりゃすごい、なんだこりゃ、腹乳首さん、男性の方、乳首、うん、はい、大丈夫、皆さん、はじめまして。はじめまして。ハロチクピです。うん。今まで YouTube の方で聞いていたのですが、ニコニコ動画の方で会員登録をしたので、うん、初めてお便りさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、早速ですが、うん、私、ハロチクピには、3年半付き合っていた彼女がいました。おう、うん、いました。過去形。いました。うん、うん、しかし、まあ、別れてしまったとね。なるほど。そういうことだね。うん、別れる原因は 100% 私にあり、うん、申し訳ない気持ちでいっぱいで、彼女にも、何でもします、償いますと伝えました。うん。うん。それに対して彼女は、腹乳首も辛い思いをしたのは分かっている。償いとかはもういいです。これから頑張ってください。あら。という、まあ、返事で、まあ、別れてしまったんだけど、うん、まあ、なんだろう、この天使はと思ってしまうような返事をしてくれていました。なるほど。うん。うん、なんかすごいことをしてしまったんだろうね、多分ね、腹乳首がね。ね、でもまあ、それもまあ仕方ないよと言ってくれた人がいたと。うん。うん。うん、その内容については書いてないんだけど。うん、なるほど。うん、もうよりは戻せないだろうけれども、いつかもし再会することがあるなら、胸を張って誇れる自分になろうと、その時決心しました。うん。うん、自分を変えようと思ったのですが、うん、ある日そんな元カノから LINE が届きました。うん。うん、彼氏できたよという LINE だったと。ああ、うん、割とまあまあ、でもそれはね。まあしょうがない、それはしょうがない。まあまあまあ、そういうこともあるだろうと。どんぐらい経ってるかも書いてないしね。なるほど、なるほど。うん、私は複雑な気持ちで、そっか幸せにねと返事をしました。まあそうね、うんうんうん、まあこれはいいよね、うん、そしたらその数日後、まあまあまあ、また元カノから LINE が届きました。うん、償いの件はどうなってるの、あれ、え、とりあえず今まであなたにかけてきたお金返してね、これは原文そのままだそうです、あれ、うん、マジあれ、いや、償わな、償いとかはもういいですってなったんだけど、うん、あなたにかけてきたお金ってなんだろうな。何をしたんだろうな。いやでもまあやっぱでもまずその前に彼氏できたようはいらないよね。まあね。いらないよ。普通は言う必要ないことだから。うんうん、ね、まあその後もありますよ。おかしいんですよね。うん。うん、その後紆余曲折あり裁判にまで発展したのですが。行くとこまで行ったね。行ったね。共通の友人に話を聞いたところ、新しくできた彼氏は弁護士だそうです。うわー、うわー強き、うわー強き、強気になる、うん、それは。今はせっせと働いて、和解金、かっこギリギリ3桁いかないぐらいを稼ぐ日です。こうじゃん。何したの、この人。何しったの、ま、お前、何したんだよ。うん、ちなみに訴訟内容は、うん、簡単に言うと婚約破棄に関して。あ、婚約してたけど、それをまあ一方的になかったことにしてくれみたいにしちゃったから、それが原因でみたいなことか。あ、なるほど、なるほど、なるほど、それだと、それは浮気とかではねえのか。でその時はそのまあ彼女もね、うん、いやもういいいいよってなってたけど、うん、その後付き合ってた彼氏からまあ前こういうことがあったんだって言ったら、それお金取れるよ、取れますけどねみたいな、別に普通にそれお金取れますけどね、僕が出ればみたいな感じで言われて、だからじゃあ連絡取ってみるねっつって、彼氏できたんだよっていう連絡した後に、
償いの件終わってませんよ ね多分結構その彼氏側がイラッときたのか分かんないけど、うんうん、ああなるほどね、逆に彼氏からちょっとさ、うん、そいつ許せないよ、それ、うん、それ俺すごい嫌だわみたいな感じで、もしかしたら強く押して一応ぜっていう、うん、感じかもしれないね、ひょっとすると感じかもまあ知れないしね、うん、まあ分からないけど、分からないけども、そうか、まあしゃーねーこと、婚約破棄って結構ね、まあ、結構だって言うからね、結構だからね、うん、あんまり簡単に考えるもんじゃないよっていう、その婚約っていうのね、うんうん、あそこはね、うん、そこでおさん、お質問なのですが、お三方は、うん、女って怖いなって思うような体験をしたことありますか、また好きという気持ちが憎悪に変わってしまったを経験したことは重てえな、重てえ長文失礼いたしました。あ、女って怖い、まあ、女って怖いっていうのは常々思ってるからな、それは思ってるかな、基本的にはそう、うん、基本的にもう怖いもんだって思ってるから、うん、あんまりその女性と心を通わせることがそんなにできない気がしないんだよね。あ、そう、マジですか、うん、あれなんだけど俺の場合はね、俺の場合はそう思ってるから、あ、そうなんですか、まあまあそう、みんなそう思ってると思うよ。みんなそうでしょ、うん、あ、みんなそう、ドンさんもそうだし、俺もそうでしょ、みんな根本的にはやっぱ、いや、うん、そうかもしんない、考えてみたら、そもそも女性に限らずだけどね、そうそうそう女性に広がったな、そういえばそうだ、女性に限って話ではなかった、広がったな、うん、そう、うん、根本的にその、まあ、あ、でも、あ、そうかもしんない、そう、そうかもしんない人とは違う生き物だっていうの前提でさ、うん、確かに考え方も全部違うっていうのを理解した上でだからね、そうだ、付き合いっていうのは、そう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 、考えてみたらそうかもしれない、考えそうだね、あんまり考えたことなかった、うん、そういうの、うん、あーなるほどね、なるほど、まあ別にそのお金で解決するならいいんじゃないですか、うん、盲点ですか、盲点だわ、盲点です、盲点だったな、うんうん、そうか、そうか、裁判か、裁判は経験できないからね、なかなかできないですね、なかなかね、できない、そうですか、まあ頑張ってくれとしか言いようがない、いや、言いようがないね、お金を稼いで早く切りつけれるのかな、そうだね、まあとにかくもうお金で解決するならさっさと、うん、そうですね、切りつけられたら、で、ね、新しいね、うん、うん、一歩踏み出した方がまあいいんじゃねえかなと思いますけどね、そうですね、そうです ね、なるほど、まあまあまあ、まあ、頑張ってくれい、しょうがないね、別れる原因は 100% 私にありって言ってる、まあ自分でね、もうそう言っちゃって分かってるから、分かってることだからね、50-50 でしたとかだったらまたちょっと話違うけどさ、そうだね、うん、うん、なるほど、まあもうほんと頑張ってくるしか言えないな、そうだな、そうね、うん、まあ今週はこの辺にしときましょうかね、はい、うん、メールの宛先など動画見てる方、はい、下の方にあります概要欄に全てのお便りはこちらというものがあります、うん、そこから、必要事項を入れていただいて送っていただければ届きますので、うん、ぜひとも送ってください、うん、はい、はい、何かお知らせなどございますか、今週は特にないかな、わかりました、ね、はい、それでは三人称雑談第215回以上となります、はい、それではまた来週お会いいたしましょう、さよなら、さよなら、バイバイ。